だから最後にこういう大騒動を巻き起こしてね、彼らは彼らなりに楽しめたなっていうのでこう引導を渡してあげたいなと思ってたの、うん、いやちょ部屋とか汚しそうだもん。いやいいじゃん、匂いがつくだけど、匂いがつくぐらいだよ、匂いがいいじゃん、匂いがつくぐらい。おいジジイ、はいはい、誰に引導渡してんだよ。おい、英軍ジャパン。おい、なんで英軍ジャパンに引導渡すんだよ。てめえごときが偉そうなこと抜かしてんじゃねえぞ、この腐れじじい。これなんでてめえが引導渡すんだよ。偉そうなこと言ってんじゃねえ。てめえ何様のつもりだよ。大体よ、何か水戸黄門様にでもなったつもりか、相川。これおい、ちょっと待って、白ひげ、白ひげ、引導を渡すんだよ。引導だよ、引導じゃないよ。引導じゃないよ。引導って言いましたけど、引導じゃないよ。引導って言いましたけど、録画見ますか。じゃあ録画見ますか。引導って言いましたけど、いいですけど、引導ですよ。引導、でもあなた、あなたね、道しるべですよね。よね、道しる、あなた今、道しるべですよね。あなた今超えましたよね。道を、あなた今超えましたよね。聞けや、ね、聞けや。お前は水戸黄門か、お前は今さっき水戸黄門かって言いましたね。水戸黄門がいつも出すのは、はい、引導ですね。はい、言い逃れできませんね。いえ、そんなことどうでもいいんだって。うるせえゴミ、こらお前。そう聞こえたんじゃ、引導って聞こえたんじゃ、こっちは。恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっと待って、聞けや、ちょっと聞けや、恥ずかしくないから、なんでそう思ったのかっていうのを具体的に説明するから、聞け。引導というものは、まだその話題すんの、水戸の、え、ちょっとね、まだその話題すんの、お前。聞け、だから聞けって、相川。聞け、気づく、聞け、だから。水戸の、な、水戸の、水戸家の、な、副将軍が持っていたものだろ、この紋所が目に入らぬかと、な、地位を、名誉を持っている人間こそが、要するに、手にできるものが、引導でしょ。違いますよ。俺からしたら、引導というのは、印籠というのはですね、本来薬とかを入れるね、あの小箱なんですけど、このあの印籠がすごかったのは、三つ葉葵の文様がついている。三つ葉葵ってのは何かっていうと、ね、徳川家の文様だから、三つ葉葵の印籠だからよかったんで、別に印籠がすごいわけじゃないんですよ。またんかボケ、印籠がすごいわけじゃないんですよ。うるせえ、小言挟むな、ゴミ。調子もんだ。だから、徳川家が持っていて、お薬箱で、ね、三つ葉の文様が入ってるからすごかったと。それを持てるものは数少ないと。そういうことやろ。三つ葉葵な。言ってるやん、三つ葉葵って俺は。何の話してんの、こいつ。お前、三つ葉の、三つ葉の文様って言ったらね、クローバーか、お前。バカ。変わらんだろうが、そんなに三つ葉も三つ葉文様もよ。どう違うんだ、バカが。調子乗んなって、め知ったかした知識で調子乗って俺に攻めてくんじゃねえよ、バカ。白ひげ、白ひげ、まあ、とりあえず話戻す、あまあ、いい、そういうちっちゃいとこ、今こうやったの、いいからいいから、え、いいの、あ、いいよ、もうそういうちっちゃいとこで競ってくんなって、しょうもない、お前、今しょうもないわ、そういう喧嘩、そういう喧嘩しょうもない、そういう喧嘩しょうもない、喧嘩しに来てんねん、こっちは。三つ葉と三つ葉の文様っつったんだけどね、三つ葉と三つ葉葵だからね、いい違う、もういいから、そういうちっちゃい小言挟んでくんだよ、ゴミ。めんどくさいな、お前。本題行こう、本題。その、本題行こうぜ。じゃあもう、引導とか難しいこといいから、とりあえずその、要するに、ね、こう、いいように持っていってやろうってことでしょ、ニュアンス的に言うと。そいつらをね、そいつらの顔立ててやろうみたいな感じでしょ。もう、そいつらをもっと盛り上げて。インド、お前ちょっと、お前いろいろ言葉知らなすぎて説明するけど、うん、ね、インドを渡すっていうのはね、そういう、え、じゃあ分かるって、分かるよ、分かる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 って、分かるって、だから分かるから説明すんなって、それ以上やめろ、マジめんどくせえから、うん、ねえ、うん、まあ、話戻すぞ、あんま調子乗んない、相川、お前、でもここに返しなかったら、お前後々お前痛み見る、うるせえ、うるせえ、黙れ、黙っとけっつってんだよ、ゴミ黙っとけ、どうぞ。こっちとらや、キャバクラ配信して酔っ払ってんだわ、調子乗んな。で、お前さ、うん、なんか喧嘩突、俺たちとやるっつってたけど、結局どうすんの、うん、そこんとこ。いや、それお前んとこの大将に聞けや。おい。マジ、なんなの、大将揃ってさ、いや別に俺、うちの大将も確かに大したことないよ、あのバカ。な、あのバカは大したことねえし、何もできねえよ、なんか戦争すんのかなと思ったら下にも伝えられてないじゃん。でもそれはお前にもブーメランじゃん。お前も社長だっていう限りさ、うん、な、下の奴らに伝えとけよ、戦争やるよっていうことぐらいさ。なんでそんなことも伝えられないんだよ。おめえが社長でもお前をターゲットとして食おうとしていたとしてもさ、な、それぐらい伝えることぐらいできるの、伝達できてねえからエビスだって出てこねえんだろ、表舞台によ。また番になったのか。違う、エビスは違うんだって。エビスはね、あの夜勤仕事してるから、俺がこう配信するときあいつ来れないんだって。だからなんだよ、
言い訳すんだよ。だからやるとし、おい、やるとしたら喧嘩しに来てんだよ、こっちはよ。言い訳とかすんなよ。土曜日の昼だったら恵比寿は来るよ。うん、それで、まあ待っとけ。土曜日の昼に時間作ってやれって。そうそう、お前大体お前いつでも時間作れるんだからいいだろ。いける、暇だからいける。土曜日ね、昼ね、分かった。どうせ暇だろ。うん、さ、俺思ったんだけどさ、思ったんだけど、相川、俺さ、もう戦争っていう形やめようぜ。もうダメだもん、だってあいつら根性ねえし、もう集まりきれねえし、ビビりだし。てか富士をどうにかしろよ、お前よ。もう富士とか、いや富士はでも形的に戦争っていう形で大々的にやっぱどうせやるんだったらリスナー楽しませてやった方がいいんじゃないかっていうのが富士の意見。いやいや、そこが分かってないんだって、お前らアイドル配信者は。てか、恵比寿と喧嘩させえや、ね、恵比寿に DM 送れ、今から恵比寿と喧嘩すっから、この枠でしてやっから。送っといてやるから。DM 送れ今から。あいつケチらかしてやっから、あの雑魚。マジで。ケチらかしててんだ。大体調子乗りすぎなんだよ、相川翔二とか言いながらよ。何、おめえらなんか、相川翔二が最大のブランドぐらい勘違いしてんだろ、てめえらよ、どうせよ。おい、なめんな、マジで。大したことねえくせによ。いや、ちょっと待って、相川翔二は別にブランドじゃないからね。てめえ、おい、これ相川。おめえな、おめえら相川翔二が3人でも4人でもいいから、白ひげ一派、1人の白ひげだけでおめえらとやり合ってやっからかかってこいよ、ほら。今から3対1でもやってやっからかかってこい、ほら。おい。ちょっと待って。なんだお前、喧嘩に理由なんて必要ねえだろうがよ。この富士とかドーパラも理由つけやがって、ぶっちゃけ寒いんだよ。いいよ。よく聞けよ。よく聞けよ。聞くよ。そもそも相川翔二はブランドじゃないんだよ。いい？うん。いい？あの A 君ジャパンみたいに、ね。ね。もともとはさ、ね。どんなゴミでも入れるような集団なわけじゃない。ね。で、結局、ね、収集がつかなくなったから、うん、ね、一番仲のいいものだけで、こう、寄り集まったっていうグループじゃない、結局、所詮は。どこが？どこがって、お前、いや、それはどこがっておかしいだろ、お前。なあ、なあ、お前、大体、お前、裏で、お前、スカイプ会議とかもしてんのに、お前。やってねえから、俺は。何、一括りにしてんだよ、ゴミ、これ。やってねえわ、俺はよ。お前、ただ、お前は戦争するっていうから、他は知らねえよ。他の内容なんて俺は、その、お前な、見てんのか、じゃあ、スカイプ会議やってるって情報あんのか、ソースあんのか。あるあるある。ハミゴじゃねえよ。だから情報あんのかっつってんだよ。じゃあ、ソース持ってこい、ほら。ソース喧嘩だな。いいよ。上等だよ。ソース持ってこい。お前九州だもんな。ソース持ってこい。ソース持ってこい。どこで裏で会議してんだよ。裏で仲良くやってるソース持ってこんかい。あいつらよくやってるよ。あいつらね、よくね、で、やってるよっていうのであれば、そのソース持ってこないと信憑性ねえだろうがっつってんだよ。いや、信憑性なくていろんな人の、ソース喧嘩させんな。例えばね、ああ証言すると A 君も言ってる、ああ A 君も なこれから会議しようとか大したことねえな、このジジイよ。何が喧嘩とつ最強だよ、こんなゴミが。調子乗んな、マジで。てめえみたいなやつが喧嘩とつ最強って言われてること自体がもうなんかもうムカつくわ。雑魚なくせに調子乗んな、お前なんて。かかってこい、ほら、ほら食ってみろ、俺のことをよ。食ってみろ、ほら。それだってお前、おい、いい陰道と陰謀を間違えるような人には言わないよ。わざとに決まってんじゃねえか、受け狙ってんだよ、お前。俺がお前ネタ配信者だってことぐらい最初ネタを見てことぐらい分かってんだろうがよ。いやいや、ネタっつってさ、ネタっつってさ、こいつガチレスしてんだけど、マジで。なんだよ、その話もうしないとか言っといてさ。おい、待てや。いやいや、お前こう言ったじゃん、お前こう言ったじゃん、だって。なあ、なあ、待てや。俺、陰謀って言いましたけど、陰謀って言いましたけど、だから水戸黄門の話出したんだっけ。相川、話聞かんかい。話を聞け。俺は、お前のために、俺とお前は結構俺のコラボに上がってきたりするだろ、お前も。な？だからお前もそこでお笑いを取ってくれ、笑わせようとしてくれるだろ、リスナーを最初に上がってきた時は。喧嘩する前でも。俺はそう思ってるし、そういうの分かっているやつやと思ってるよ、お前は。笑いもしっかり取りながら喧嘩をするタイプだと思ってるから。だから今回、最初に笑い入れてきたわけや。な、面白くするために、ね、最初わざと間違えて、わ、白ひげ大丈夫なのかなっていう偏った目線で見せながら俺がお前を食うっていうのが、これが俺のシナリオなんだって。理解しろよ、おめえも長いこと配信してんだからよ。ニコ生アクティブ1でも頑張ってるおっさんなんだからよ。マジで、白ひげいいか。いいか、これは俺がね、そういう風に突っ込んだから面白くなったんだってね。お前があのままな、それを予想してたんだって。お前が突っ込むことを、せやろせやろ、だから俺が突っ込むことで、もちろん盛り上がってんだから、それは意思の疎通や。俺が突っ込むことに文句言うなって。そこは意思の疎通。それはだから、お前も俺の枠に来たら俺が突っ込んであげて、落とすタイミングも考えてあげてるから面白くなるんやろ。違うか。そうやで。それは持ちつ持たれつ、需要と供給やろ。そうやろ、だから俺が突っ込むことに文句言ったらダメになるだろ。
で文句言ってるわけじゃねえんだって、その何回もループさせんなっつうこと。じゃあ言わせろ。お前が面白くした部分に対して何回もループしてたら面白くないだろ。最初に戻ったら面白かった時は面白かった時で終わらせるべきなんやって。この白玉みたいなゴミチンパンは分からねえんだから、こういうな、なんかバカみたいに50人ぐらい集めてアイドル配信やってるようなバカには分かんねえだろうけど、面白さなんて。でその辺もちゃんとお前と俺とのやり取りの中でできたものってあるだろうが、もうこういう感じでやれてるみたいな感じが、そこで面白さを取った後に喧嘩に進んでいこうと。その喧嘩のシナリオの中でこの俺が最初に滑った感じを払拭するような内容の喧嘩をするっていうのが俺のシナリオだろうが、そこ理解しろや。頭悪いなお前、何年喧嘩ずつやってんだよ。だいたいよ、だってお前子供とばっかりバンにさせやがって、てめえだけバン逃れられてさ、何ほっとした顔してんだよバカが。調子乗んなよマジで。いやよかっただろ。いやこういう流れも面白いじゃねえかよお前。いやでもお前こら白玉こら、お前調子乗んなよマジで。大したことねえくせに何意気がってんだよゴミこら。おいおめえなんか最近俺のこと煽ってっけど、てめえ大したことねえくせにバカみたいな滑舌悪い喋り方してくせには、偉そうにしてんじゃねえよ。てめえのこと喧嘩としたと思ってねえんだよ。大体なんかアイドル配信者だと思ってっからよ俺は。おめえみたいに大して喧嘩もできてねえようなゴミが。お前ブーメランじゃねえからそこ指摘すんな。で続けて。あそうね、あごめんごめん。いやいや、うん、いやだからどうすんのその戦争自体はさ、うん、あのさね、俺はね、うん、そのなんか大会みたいなやるっつってんじゃん。俺一でもやるっつってんじゃん。お前ら前やったじゃねえかよ。おめえが来た後になローストビーフ来たよな。でエビス来たっけ最後。あローストエビス来てローストビーフが最後来ただろ。いやあの展開でもいいんだって別に。俺は別に3対1でも食ってやっからお前らのこと。いいよ今閲覧いるしさ、俺の閲覧クラッシャーさせるぐらいな素晴らしい喧嘩見してみろよ。ちょ待って今おかしなこと言ったなお前。食ってやるって言ったけどお前完全に食わすぞ白玉。最後お前ローストビーフにさ負けましたまで言わされてんじゃないかお前。なかなかないよ負けましたって言わされるの。違う俺は喧嘩でね、負けた時は負けるって負けたって認めるタイプだから。俺そんなさ、誠みたいに負けたのにもかかわらず負けてねっていうのってほんとダセーと思うんだよ。だから俺はローストビーフに負けたし、お前にだって2回やって昨日ちょっと待って、昨日誠がさ、うん、なんかあの、うん、イケメンの夏木っていうイケメンの子がいるの。お前もどっちだじゃん昨日。残念な夏木ね。あいつの枠行って、うん、そう、うん、あいつのとこ行って誠がすっげー負けてんの。てかゴミ誠呼べや、喧嘩させろや。あいかおめえの枠で誠とよな。マジでいや誠はうちの枠来ねえから絶対に。あのザコ、あいつ絶対来ねえから。あのザコ俺がおめえ枠行って仕事だっつってんの前もってアイクの枠で聞いてたんだよ。俺はなコラボに上がれってアイクの枠でもその煽られたわけよ。アイクっていうやつの枠で、で俺は上がったわけよ仕事で。ちょっとまあ徒歩で会社に向かってて、んだらなんかその後にさ、もうそれを聞いてたのにもかかわらずその3分後ぐらいに枠取って白ひげ来いよみたいなことしてんだよ。仕事で上がれねえっつとって、そのね上がれねえことを分かっといて煽ってやがるからさ俺も枠取って今日煽ってやったら来なくて逃げやがったからさ、あのゴミ弱えくせに生きがりやがって初夏誠ごときがさ。大体多すぎるんだよ最近、そういうバカ喧嘩取っちゃう。まあ分かる、うん、あの白ひげはさね、人の枠にもこうやって上がってくるし、自分の枠でもこうやってね、うん、煽ったりすることは分かってるよ、うん、やるやる。でも誠はひどいからね、うん、誠はあの本当にあのなんていうの、こいつ弱いなと思った、あてかね、うん、あいつはね売名目的の喧嘩とつか、もう本当に弱いやつと思ったやつの喧嘩とつか、うん、あと自枠でしかあいつやらないからな。うん、いや分かる。ね、でも昨日でもさ、昨日の夏木、うん、あの何イケメン夏木はさ、うん、結構良かったじゃん、うん、あの誠がバカなこと言ってるのに対してすごいこうテキパキとね、適当なっていうかさ、ちゃんとしたね、うん、対応きちんとできてたからね、もう誠すげえ恥ずかしい状態になってたんだけど、あいつあれで勝ったとかって思ってんだから頭ほんと幸せだよな。いやあいつはもうね、もう負けを認めないほんとゾンビだっていうのはもうみんな周知の事実じゃん。そんな負けることなんて絶対ないし、それはもう最強だって言われても仕方ないんじゃないの。それは負けを知らないんだからね。負けるっていうことを認める、負けを認めないんだから、どんだけ負けたって、どんだけ負けてる内容であったって俺は勝ったっていうようなバカなんだから。だからああいうやつにはあいつのスタイルで喧嘩してやるのが一番いいんだって。ああいうバカは、うん、ああいうバカはさ、もうあいつの攻略法分かったから、もう楽勝だよあんなやつ。絶対負けることはないから、いつでもやってやるよあのバカ。いつでも呼んでやるし、呪縛に今日だって呼んで、俺は25分も待ったからね。でも結局来なかったんだよ。いつもひょろっと顔出すくせにさ、絶対通知だって取ってんだって、あいつ暇人だから。ちょっと待って、今何つった、今お前何つった、25分も待ったっつった、お前、うん、25分待ってる、ま、待ってる方じゃない、1時間ぐらい待ってるよ誠、1時間待ってるよ。お前誠に負けてる、お前マクトに負けてる。俺はな、もともと用事があって仕事終わったのが9時半だったんだよな。9時半で飯食って、で10時から予定の枠があったんだけど、その前に30分も押してそいつを待たせて、俺は待ってやったわけだよな。お前今日やるからな、夜って言うから、じゃあ枠、
それ積極的な逃げ。いや違う違う、逃げてる。いやいつでもいい、だからいいっつってんじゃん。今来いよほら、誠見てんだったら今から来いよ、この幕でやってやっからよ。初回これ白玉てめえでもいいから来いよ、これゴミ誰でもいいからかかってこいよ。喧嘩だったら誰でもしてやっからよ。いちいちお前よ、逃げてるとかどうかだとか、こっちだって都合があんだよ。やれる時だったらてめえらなんていつでも食ってやっからよ、ゴミかかってこい。まずは相川お前からだよ。おい、喧嘩突っていうのは意欲が大事、ね、気持ちが大事だからやるっていう気持ちな。最近思うんだけどね、なんか、うん、お前とか A 君とかさ、富士みたいなさね、うん、そのなんつうのかな、うん、その言葉尻の喧嘩で、まあお前の場合は言葉尻かどうかはちょっと微妙だけどな、お前の場合は、うん、うるせえ。そういう喧嘩ってさ、うん、つまんないんだって、うん、なんか、いや、分かるよ、たまに、じゃあたまにはさ、たまには白ひげさ、たまには俺の土俵に乗って喧嘩してみる？いい。お前の言いたいことは分かるよ。お前の言いたいことは分かるよ。話をね、分かるよ。上げ足を取るんじゃなくて、最後までちゃんとね、こう一本の筋立てて、もうしっかり話をする。M 様みたいな感じでしょうよ。それに M 様はそれができてるかどうかも知らんけど、上げ足をちょいちょい取っていくみたいなスタイルは嫌だってことでしょ。分かりますよ、言ってることは。でもそれはスタンスがそれぞれあるんだから。ゴミ、なんで今上がってんだ。相川とやるっつっただろ、てめえよ。空気読め、このクソ配信者。過疎配信者。過疎配信者、空気読め。でもな、白家殺すぞ、白玉、ね、お前これ俺の土俵での喧嘩しようってったのにお前逃げたから、とりあえず白玉とやれや。はあ、何お前、俺と今喧嘩するんじゃないの。俺、お前と、お前より白玉よりお前の方が強いと思ってるから、お前を食ってからでも遅くないと。いいよ、2連続でやってやっから、とりあえずお前かかってこいよ。待て、今お前白玉空気読め、ゴミこれ。おい、てめえ空気読めっつってんだよ。お前今相川とやるっつってんだろうか。何てめえ上がってきてんだよこれ。白ひげ、お前は今な、たまには俺の土俵で喧嘩するかって言ったところ、お前逃げたじゃん。逃げたからもういいよ、追わないよ。去るものは追わないから。おめえさ、雰囲気作り上手くなったな、てめえ。雰囲気作り特化型か。おい、めんどくせえやつだな、お前何か。お前もしかして、初夏誠の話があったから雰囲気作り特化型に走ってんのか、初夏誠みたいによ。ちげえだろうが、そこじゃねえだろうが、てめえまず。雰囲気作りじゃないだろ。俺怖えのか。俺のこと怖えのか。俺と喧嘩してこの55人の中で恥かくのか怖えか。なあ、怖えんだろ。どうなんだよ、やんのかやらねえのかはっきりしろよ。こんなバカはいいから、どうでも。白玉なんて後でやってやっから、アイクの後で十分だよ。俺も寝るで。じゃあ特定秘密、寝るでじゃねえんだよ。気持ち悪い声出すな、ゴミが。何が俺寝るでかっこつけんだよ、お前調子乗んだマジで。何が俺寝るでだ、どうでもいいよ、早寝るや、ゴミが。白玉逃げんな、おい。お前ずっと喋ってるだけじゃねえかよ、お前よ、お前。そういうのが、まあ、つまんなくなるっつってんだよ。え、何ずっと喋ってたら何言ってんの。話が一切進む。何なんだよ、面白くねえな、お前らのその感じの喧嘩な。もうね、喧嘩はこうじゃなければならないみたいな感じのスタンスが俺は嫌いなんだ、そもそも。そんなこと言ってないじゃん。そんなこと言ってないじゃん。お前が今固執してんの。俺たちからするとそういう。違う。お前が固執してんの。白ひげ君は別にダコじゃないし。あ、いいよ、先に言う。くんづけすんな。くんづけすんな、気持ち悪い。友達からだめ、これ。じゃあいいや、分かった、知らないことやってやるよ。どけじゃ、相川。どけ、ま。下がれ。どういうことだよ。下がれ、Wi-Fi が、この野郎。Wi-Fi もろくに取れねえようなゴミを下がっとけ。来いよ、白玉。おい。じゃまず、相川君の言おうとしたこと聞けば。黙れ、早くしろ。相川の意向はもう聞いただろうが、てめえと俺が喧嘩することだって聞いてんだろうが、バカ察しろよ。理解力ねえのか、てめえは。聞いてねえじゃん。ゴミチンパ。聞く前下がれ。早くしろ。聞いてねえじゃねえよ。さっきその下がれと言う前に説明はあっただろうがよ。お前は逃げたから相川とどう、あ、白玉とやれよっていう意向はしっかり伝えてるはずだから、その意向に乗ってやるっつってんだ。早くしろ。もう意見はコロコロ変わっても、じゃあやるの。ねえ、何意見がコロコロ変わって、知るか、そんなもん。気持ち悪い声出しやがって。なんかさっき相川君なんかてめえなんかお前悟り開いてんのか、お前マジで。気持ち悪いゴミが。テーマってなんだよ。テーマなんていらねえんだよ、そんなもんよ。やってけよ、会話の中で。ほら来いよ。てめえ好きだな、なんかテーマとかどうとかとか、くだらねえ喧嘩ばっかやってんじゃねえぞ、ゴミが。早くしろ。しかそんなにおめえと関わりもねえしな、ぶっちゃけ。おめえのことを喧嘩取っちゃうとして認知してねえからな、俺な。もうおめえの枠開いてても全然見に行かねえし。じゃあ何今喧嘩してんの。自枠でリスナーなんかと戯れてる。まあ前のお前は知ってるけど、俺のことをディスってたり煽ったりしてたから、お前が目に余るものがあるなとは感じていたけど、久しぶりにお前を見たからさ、あ、まあせっかく喧嘩取っちゃも、まあ喧嘩取っちゃっていうか、そういうね、俺を煽るようなやつがいるから、じゃあディスってやろうかなっていう感じで上がってきたから、じゃあいいんじゃないの、喧嘩しよっかって感じだよ。別に喧嘩取っちゃうんだから煽っていいじゃん。やだ。は？
喧嘩とさんのが別に煽ってもいいじゃん。いやだって何気持ち悪い。そんな気になった？キャバ嬢かお前嫌だみたいな。え？喧嘩とっちゃったから何？そんな気になっちゃった？そんな気になっちゃった。俺の配信こっそり潜って聞いて、なんか白ひげ君煽ってるの聞いちゃった。いやもう人の話聞けよ。誰がお前の配信こっそり潜ったとか言ったよ。マジで話聞いてんの？前見た時に、最近は見ていないが、前見た時にお前が2チャンネルの下り、喧嘩凸ランキングの下りで俺に対して俺の自作自演かのように書いてた部分で俺をディスっていると感じたから、ここまで説明すればわかるかな。どこがディスってんのあれ。でお前はディスったつもりがなくても俺はディスってると感じていたから、お前に苛立ちがあった。で今日今回ね、この枠でお前を見かけたからお前を煽る形になった。でもお前のことは喧嘩凸だとは思っていないけどね。俺貢献しただけじゃん。ね、感じたかってさ、貢献って何？貢献ってどう貢献したの？なんかリスナー、なんか白ひげくんがなんか俺の配信上がってきて慣れ合ってきて、なんか俺の配信リスナーもっと増やしてんだとか言ってきたから、仕方ねえから俺お前の代わりに2チャンネルのそれで自演してやったんだけど、なんかお前勝手に怒ってた。俺はお前にそんなこと頼んだつもりなんてないけど。いつ頼んだんだよてめえに。よ、自作自演して、うるせえ黙れジジイ、喋んな、チャタ入れてくんなてめえよ。分かってんだろ、喧嘩してんだから差しでやらせろよゴミ。てめえ黙っとけ。タタは入れてます。てめえひげ掃除でもしとけ。ごめってなんだ、ごめってゴミ、うん、で何ほら言え白玉来いよ。いや俺その時煽ったつもり全くないから、むしろ俺は白ひげくんのために俺は貢献しちゃったのに。だからおめえが煽ったつもりがなかったとしても俺はやらなくていい。そんなことにちゃんにいちいち書く必要はないと言っただろ。幾度となくお前に言ったことわかるかな。理解してた？いやそれは知らない。もうやめろよと。そんなくだらねえことしたって一緒だからやめとけってお前に言ったよな。芸人どこで。いや振りじゃねえからふざけんないか、うん、でゆりやってほしかったんでしょ。どこでってなんなんどこでとか。こいつやってほしかったか、やってほしかったか、やってほしくなかったかっつったら、やってほしくなかったっつってんだろうが。理解しろや、めんどくせえ。喧嘩そんなこいつ素直になんないって。俺の何を知ってんだよてめえが。てめえが俺の何を知ってんだよ。じゃあ答えてみろよ。なんで素直になんないんだよ。てめえそんなに長く話したことだってねえわ。少なくとも俺と話した時間のお前はそんなんじゃなかった、うん、じゃあどんなんだったんだよ言え。もっとこう子供を大事にして、なんかこう子供と遊べって言われたら、なんか一旦喧嘩区切ってでも子供の相手をする優しい男だったんだ君は。もう修羅と化した君は。いやいや子供もう寝てるけど喋ってたりしようなの。仕事終わって飯食って歯磨きしてもう寝せてるけど。子供仕事してんのは。いやいや俺が仕事終わってってことだよ。もうバカだよ、ね、こいつくだらねえマジで。寝かしてるけど、子供は子供で見てるけど、その辺は。いや別に話の本題はそれじゃないから別にいいんだけどさ。で白ひげくんが何をされたかったかなんて俺は知るわけない。なんだよもう嫌なんだよね、こういうぬるい喧嘩。こういうぬるい喧嘩が嫌いなんだよ俺は。こういうクソ生ぬるい喧嘩な。子供の面倒を見ろよとかさ、もういいからそういう喧嘩くだらねえマジ。もうちょっとバシバシ来いや。だって言うて白ひげ攻めて来いやこれ。だって今の白ひげくんさ、そこら辺にいる中学生と全くやってること変わんないじゃん。会話整理しないで。だいぶ手当たり次第煽ってみる。だから価値ないんだよね。会話が成立していないって、その成立って何。例えば全く関係ない話急に持ってくるでしょ。話に関係ないこと。何が話に関係ないことがあったの今。ちなみにどの部分。今の会話全部遡ればいいな俺は。はお前が子供のこと言ってきたから、俺は子供に対して子供は高校でこうやってちゃんとしてるぞってちゃんと説明してんじゃん。それがそもそも本題じゃないじゃん。必要のない会話なんて、もちろん煽りはかましている部分もあったかもしれないけど、必要のない会話はしてるつもりはないんだけど。そこもよ、そこもよ。なんか話の本題履き違えるんだよ今。違うじゃん、俺が自爆でお前を煽ったってことをお前気にしてるんでしょ、うん、その話でしょ。いやいや、だったらなんで子供の話、その枝葉の部分の子供の話をお前は出してきたんだよ。そこだろうか。お前がかつて俺がどう思ってたかって聞かれたから俺答えたんだよ。本題にやりたかったのであれば本題の話にこだわればいいじゃん。だからお前が質問したら俺答えたんだよ。じゃあそれに対して俺がこうなんだよってことを答えてるんだよ、うん、一個一個その枝葉の部分に移ったのであれば枝葉の話をしてまた本筋に戻すなら戻せばいいじゃないか。どこが意味のない話だったんだよ。じゃあてめえが意味のない話してたことになるんだけど。いいよ、一個例あげようか。じゃあ何言ってんの。一個例あげようか。聞こえる。だから俺やだこんなぬるい喧嘩って言われたって知ったこっちゃないし、そんな言われても俺はあそうですかとしか言えないじゃん。ほらほら、それも意味のない会話になるんだよお前からすると。意味ないじゃん、問題じゃないから。なんか意味あんの。
だろ、どんな意味のない会話すんなよ。てめえが本題に戻してんだ。いや、意味があるならどんな意味が、戻せばよかった話だろ。じゃあ子供のくだりだって出さなくてよかっただろ。いや、お前がどう思ってるかって聞いたから俺答えたんだよ。無理喧嘩してんな、早くしろ。だから無理喧嘩ってのはそれどういう関係なの今回話に。気持ち悪い、声出しやがって、マジごまかさないで、ね、どう関係あんの、なんて、はい、ごまかさないで、滑舌はい、ごまかさないで、どう関係あんの、あいうえおって言ってみろ、あいうえおって、はい、ごまかさないで、ね、どう関係あるの、聞き取りにくいって言ってるんだけど、はい、出ました、白ひげ逃げパターン入りました、はい、白ひげ逃げパターン入りました、質問答えれない、これちょっと、はい、ブーメラン刺さったね、そういうのね、白ひげ、白ひげの声がちょっと聞こえづらいんだよ、あ、マジか、みんな聞こえてる、どう、聞こえてる、みんな聞こえてんだらいいけど、俺ちょっと白ひげの声が聞こえないのよ、白ひげです、どうも、もしもーし、聞こえるかな、メンディ君、花ちゃん、エミイチか、いける、聞こえてる、あ、オッケーオッケー、俺が聞こえてる、ベベベ、オッケー、いやー白玉弱えっていうか、こんな感じ絶対決着つかねえわ、はいはいはい、まだ質問答えてないよ、こんな感じで7人終わる喧嘩が多いんだよ、まだ質問答えてないよ、ぬるい喧嘩ってやりとりが今回の会話にどう関係あるの、はぬるい喧嘩っていうやり取りが今回の喧嘩にどう関係あるのって、ないの、あるの、どっち、え、お前喧嘩するときに煽りってかまさないの、煽りしないの、え、それが俺はそういうスタンスなんだけど、その程度が煽りだと思ったの、俺は、うん、じゃあ説明するね、この程度の問題じゃないんだって、煽りでもそう、雰囲気でもそう、誰でもやることだと思うよ、雰囲気作ってる喧嘩投資者なんていっぱいいるし、煽りもかましてる、安い煽りだろうが、相手にどう捉えられようが煽りだってかますんだって、そんなもんいちいちガタ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 なんか引きずっていく感じ、煽りなんですけど、どうぞ、いや、こんなのスパッと答えれば終わる話じゃん、関係あんのって聞いてあるないで答えればいいじゃん、それで終わる話だよ、こんな引きずってんのお前答えないからだよね、スパッと答えたじゃん、スパッと答えたじゃん、でお前はこう言ったんだよ、本筋に戻したい、答えてない答えてない答えてない、あるかないかを聞いてるんだよ、意味のない枝葉の部分の話が意味のない会話みたいに言ってるけど、お前も枝葉の話でバッパバッパ言ってるから、お前だって意味のない会話をしてるからブーメランがぶっ刺さってるんだよ、あるかないかで聞いてるのに、ね、あるかないかで答えないパターン、じゃあいいですか、それもブーメランですね、生ぬるい喧嘩と言っていたけどそれが意味をなしていない、じゃあお前のその逃げるパターンってことも意味がない話をしてるのと変わりないけど、どれが事実、俺は逃げていないし、本筋でやるのであればやるって言ってるじゃん、じゃあもう一回答えれるでしょ、お前も同じこと、じゃあもう一回答えれる、こと気づけよバカ、もう一回答えれる、同じ質問、何をだよ、何をだよ、どの部分、さっきのやり取りは説明しろ、ほら、さっきのぬるい喧嘩のやり取りは今回の本題に関係あったの、さっきのやり取りはってどのやり取りなんだよ、具体的に説明する、主語が抜けてんだろうがバカ、白ひげパターンまだ入ってる、白ひげパターン抜けようか、一旦抜けようか、白ひげパターン、え、何、白ひげパターンに入ってたら何なの、ちなみに言うけど白ひげパターンに入ってたらいけないの、白ひげパターン入ったらいけませんね、喧嘩だぞ、それはいけませんね、喧嘩で白ひげパターンに入ったらいけねえのかよ、白玉パターンだってあるだろ、何によくないって、喧嘩で白ひげパターンに入っちゃいけねえなんていうルールなんてねえだろうがバカ、よくない、くだらねえんだよ、だからよ、いや、よくない、だから煽りでも俺に生ぬるい喧嘩って言われんだよバカ、ゴミが、で、それが関係あったの、なんで白ひげパターン、白ひげパターンでいいじゃねえかよ、聞いてんじゃん、俺のパターン、俺がやるパターンなんだから構わないだろうが、それのどこがいけねえんだよ、俺、答えてみろ、俺の白ひげパターンっていうわずかな煽りめっちゃ反応してるやん、え、だから答えてみろって言ったら急に冷静になるんだよな、すげえわかりやすい、いいよ、大好き大好き、ふんの大好き、いいよ、続けようよ、何が言いたいの、いいよ、続けよ、くだらねえわマジで、どっちなんだよ、お前が続けろよ、ほら答えろ、この馬を叩いたらすげえ走っちゃう、白ひげパターンに、俺はなぜだろうと静かなパターンな、いいよいいよ、俺は、うん、俺はな、基本的に上がり下がりの激しい喧嘩をするから、うん、それわかるや、どうぞ、知らん。その急な自己紹介驚いた。だから何なんだよ、もうこれだろ、もうだからなんだよ、ブーメランだよ。だってこいつなんか、え、俺そんな、こいつさ、こいつふわふわしてっからさ、もうなんかもうだから言ったじゃん、まだほら、だから相川とかとやる方がまだマシなんだって、ずいずいずっこずっこついてくるから、もうなんか知らねえこともせず、なんか聞きもしないし、もうなんか中途半端なんだよね、白玉って、ちょっと聞いて、あのさ、俺の視点になればわかるよ、聞いてじゃねえわゴミこら、俺の視点になればわかるよ、さっきまで普通に喧嘩してて話してて、急に私はこんな喧嘩ですって名刺渡されてもなんやこれってなるでしょ、それ急に自己紹介すんのやめて、俺もびっくりするから、それもパターンの一つで、結局本筋に戻さないの、あ、めんどくせえこいつだるいわ、まあ、本筋の話っていうか、まあ、白ひげがなんか気になったらしいから、俺も改善できるとこならあるなら改善するから、うん、え、何が煽りだったのあれが、ね、で結局本筋に戻さないんですか兄さん、え、それが本筋じゃないんですか、結局、何、本筋がどこだったんですか、それが本筋だよ、え、どこだったか覚えてます、本筋そこだよ、で、本筋、今何の話してんの、本筋そこだよ、
いや、そこから、うるせえ、ゴミ、黙れ。相川くんパターンに入ったりとか、まあ、いろいろね。何の話をしてるのっていう。ああ、お前がどの部分の話をしてるのか分かんないから、もうちょっと説明してもらっていいかな、詳しく。順を追っていこうぜ。てか、相川黙れ、お前。うるせえ、ゴミ。てめえね、喧嘩やってる時にちゃちゃ入れてくんだって、めんどくせえから。そういうのがくだるんだって。なあなあ、マジで。お前の相手は俺だ。いいよ。俺だ。いや、そうだよ。だから、ちゃちゃ入れんなっつってんだよ。めんどくせえから。それぐらい分かってんだろ、てめえも長いこと喧嘩突やってんだからよ。ちゃちゃ入れんなっつってんだよ。敵の火炎ボール投げてどうすんの？っていう指摘をしてるだけだろ。言わねえと分かんねえんだよ、こういうバカは。続けろ。そんなバカな配信上がった自分は悩んねえ。自己責任やろ。で、もううるせえわ、もう。いい、もうぐた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 言うな、早しろや。めんどくさいの。なあ、俺怒られてんの、これ。何で俺が大の大人に怒らなあかんねん。なんで怒られてんねん。何がやねん。上がれって言われた。上がったらさ、おめえじゃねえよって言われて、俺白玉なのに白玉じゃねえって言われてさ、うん、で、なんかよくわかんないけど、なんか喧嘩しねえって言ったけど、白玉なのに白玉じゃねえ。どういうことやねん。そんなこと言った覚えねえぞ俺。それは白玉なのに白玉じゃねえみたいな。それは俺の中に改ざんがあった。俺がネガティブになりすぎて、俺がネガティブになりすぎて、そうやな、うん、被害妄想だよな、うん、俺そんな話してないもんな。それはしてない。白玉は白玉って認めた、うん、してないな、うん、それは認めた。それはそういいんじゃない、そういう潔さ、うん、はい、うん、で、なんだっけ、うん、てかもうセオちゃん待ってんだけど、早くしてくんない、マジで。なんでフェオちゃん話急にすんの。お前白玉上がれって言ってさ、上がった瞬間なんか白玉と相手したくて、ね、いい、もういい、早くしろよ。早くしろっていうか、話の本筋がどれかって話でしょ。うん、最近顔出し配信しないね。あ、それなんか最近顔出し配信しなくない。どうしたん。なんでせんの。いや、単純できないんだよ、アカウントは。あ、そうな。うん、なんかもうちょっとやった方がいいんじゃない。絵面も減ってきてんじゃない、最近。大丈夫。だ、全然いいよ。顔出すメリットないし。んど、そう。メリットあるだろ。俺楽しかったよ、お前顔出ししてる方が。だから見なくなったっていうのもあるし。顔出し、なんかね、勝手に尽くすとこなんか。喧嘩突再開も出ないんでしょ。喧嘩突再開出ない、お前。でしょ。何が楽しいの、配信やってて、お前。いや、単純にリスナーとなんか映画の話したりとか、普通に雑談楽しいよ。あとなんか喧嘩とかで。あ、そうなんや。まあ上がってきたよ。喧嘩突待ってて来る？あ、来る来る来る。キッチン。需要ある？お前の喧嘩。来る以上はあるよ。藤岡弘出すな、ゴミ、これ。アホか。藤岡弘出すなっつっとんじゃ、ボケ。相川。いい加減せえよ、お前、マジ。ネタ挟んでくんねや。喋ってない。とこいつ喧嘩の最中邪魔しよるからね、このおっさん。マジで。ほんと邪魔しよるから、マジ。画像だけは出すな。俺なんて画像なんて出したことないわ、喧嘩の最中に。ふざけんな、マジで。うん、やっぱりその喧嘩としちゃったものさ、声だけで勝負しなくちゃダメなんだよ、うん、実際。いや、わかるで、それは。実際わかるで。それはそうだよ。言ってることわかるでしょ。画像からなんかネタに走るってさ、うん、それ一番ダメじゃん。リスナー求めてねえじゃん。そう、ふざけんなっつう話だよな。うん、舐めすぎ、マジ。反省しようよ、みんなで。マジ。まあでもほら、俺が白玉とやったってね、俺はまあ白玉にまあやったことは2度ぐらい、これが初めてではないけど、1回前に1回ぐらいやったのかもしれないけど、結局こう決着がつかずに終わっちゃうパターンが多いんだよ。白玉って他でも喧嘩見ててもそうなんだけど、結局ね、こうオチがつかないで結果がつかないパターンが多いと思うんだよ。なんでかっていうと、それは白玉に問題があると思うんだよ、俺は。わかる？白玉、白羽の矢が立った。何？俺か？うん、でも俺は白玉に、俺は、まあ、俺が見てる中でね、俺も今回やってみて、まあなんか思うんだけど、お前ってさ、うん、ほら、あんまりグイグイ攻めるタイプじゃないじゃない。まあ、ぐんよりだね。そう、相手の意見をしっかり取り入れながら、ちょこ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 詰めていくっていう感じじゃん。だからなんかいつも見てても結局結果がついてないように見受けられるんだよね。それってみんな感じてるもんだと思うんだよね。強いとは言われてるけど、それは負けを知らずだから強いって言われてるのかもしれんけど、なんかもうちょっと攻めが欲しいなと思うわけ。もうローストビーフに食ってやるぞみたいな、ローストビーフみたいに食ってやるぞみたいな感じで来てほしいわけやんか。俺は待てる人ね。相川とかも、うん、まあわかるけど、うん、うん、いや、そういうのがなんか嫌いなんよね。いや、お前とやろうなんて別に簡単な話だし、いつでもやってやるっていう話なんだ。別に大したことない。別にビビってもないし、喧嘩突者で別に俺正直強いと思うやつらはいるけど、そいつらにじゃあ強いって言われてるから食いつきにいけないかっていう、そういうわけでもないし、でもお前とやるとこういう結果になるのがなんか目に見えてるしっていう話なんや。それを言われても、俺どうすればええねん。うん。
そうなんやって。それはみんな知ってる。多分みんな知ってるけど言わんだけなんやって。これ周知の事実なんやって絶対。みんな分かってることなんやって。なんかね、なーなーになってしまうんよね、お前とやると。え、なんだろう。確かに喧嘩になるけど、お前の口調とかさ、そのトーンで結局ね、こう、オブラートにこう、ふんわりっていうかさ、なんて言ったらいいのかな。ちょっと表し方が苦手、ちょっとおかしいかもしんないけど、なんかこう包まれた感じがするんだよ。要するにさ、シュークリームあるやんか。シュークリームってさ、こう、うん、もういいや、とりあえず。めんどくさい。続けろ。俺怒られてんの？もう下がれお前、白玉。ちょっと相川と喧嘩させろや。もう下がれ。ちょっとお前とは決着どうせつかないんだって。もういつものことなんだから。なんだよ、人の性格。下がれ。お前とは結果つかないんだよ、こうやって結局。おい、翔一。お前、生きがんなよ。お前、マジいい加減しとけよ。おい。何が？何が？お前、はっきりここで断言せえや。誰とやるんじゃ。俺対お前、おい。おめえら相川翔二のローストビーフ白玉じゃねえわ。ローストビーフ相川翔一と恵比寿 VS 白ひげ一派の白ひげとしてやるのか、3対1でやるのか、な連続でやってやってもいいよ。それとも A 君ジャパン VS3 対3で先方中、中、うん、3対3でやるのか、な企画として考えて。どっちにすんだよ。先方、中堅、大将な。そう、で、それでやんのか。どっちなんだよ。どうすんだよ。いや、俺はだから、あれだよ、お前ちょっと勘違いすんだよ。そもそも A 君がね、相川翔二と全面戦争じゃあ言うとんだけど、うん、向こうが言ってきてんやからな。こっちが、こっちはそれを受けてるだけやからな、お前。うん、いや、わかるよ、それは。俺も聞いとったし、その場におったし、上がってきたし。でもお前も一度買ったんやったらバチバチにやれや。何まったり配信しとんだよ、雑談配信。ボケか、こら、お前。やっとるかな、何をまったり配信しとんじゃん、お前は。ボケ、お前んとこ上がってから、ネチ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 。もうちょっと攻めんかい。ねえ、A 君待ちとかせえや、お前。何しとんじゃ、ボケ。何が喧嘩とつ待ちじゃ。A 君待ちってテロップ掲げて待っとかんかい、少しぐらい。意地見せろや、男として。喧嘩とつ者だろうが、質求めてんだろうが、質のいい喧嘩とつやれや。ゴミ。いい気になんなよ、てめえ。ちょっと強えって言われてるぐらいで。てめえなんて別造作でもねえんだよ、こっちからしたらよ。造作でもない。なんだよ。造作もないな。うん。まあいいけど。いいから言葉尻で喧嘩すんなっつってんだろ、てめえはよ。剥げ足とんねえ喧嘩なんだろうがよ。調子のんだけ、てめえ言ってること矛盾してんじゃねえかよ。おめえ言葉尻とかお前剥げ足で喧嘩しねえんだろ、お前。なあ。違うよ。何てめえそんなちっちゃいことで喧嘩してんの。いいから。上げ足は取るよ。上げ足は取るよ。だけど、上げ足をね、上げ足を取ったからといって勝ちではないってこと。分かったから、もううるせえ、早せ。うん、だからお前がさ、ね、そのお前がこう一生懸命一人頑張ってるのはいいんだけど、仲良くねえから一番、マジ調子乗んねえ、てめえ、そのコメント消せ、今すぐ。仲良くねえから、バチバチだから、てめえ上がってくんのか、この野郎、てめえもぶっ潰すぞ、一番、お前。おい、調子乗ってたろ、おめえや。なんかお前、あいだぞ、お前、なんかキッズみたいになってるぞ、お前。いや、ムカつくじゃん、こういう超仲良さそうとか言われたらさ、バチバチでこっちはやり合おうとしてんのに仲いいとかいう、そういう雰囲気コメント、ほんと嫌いなんだよね、そういうの。って上がってくるじゃん、こいつもこいつも。このパターンじゃないじゃん。じゃあ何なんだよ、どこが仲いいんだよ。いや、だからバチバチでやるんだったら、バチバチでやるんだったら言葉尻に、ね、そのやろうとしてんだから、てめえがな、てめえがいちいち雰囲気作ってコメントしてんな、気持ち悪いから。お前もそこは喧嘩取ったとして悟れや。バチバチにやり合おうとしてるんだから、そこは雰囲気として、お前も喧嘩としてのさ、その辺のつまんねえ米勢じゃねえんだから、喧嘩とつもある程度知ってんだろ、うん、ある程度長い歴やってるだろうがよ、最近で言うなら、うん、一番って言ったら知らない奴もいないんだからさ、そこは雰囲気考えて超仲良しそうだねとか言う、お前のコメント自体がおかしいんだって、てめえも元 A 君ジャパンだろうがよ。何元 A 君ジャパンの奴が仲良さそうだねとか言う、戦争中の相手に対してそういうコメントを打ってんだよ、バカ。その辺がくだらねえっつってんだよ。そもそもなんだけど、戦争中なの？そもそもなんだけど、なんか戦争中だけど、あの無理くり回線をした感があって、バチバチ感がないんだよ。いや、無理くりだったら何がいけねえんだよ。ん、何がいけ、無理くりだったら、てめえ散るの、こらお前調子乗ってんじゃねえぞ。何が超仲良しだよ、てめえ上がってこい、こら。何がいけないじゃなくって、何がいけないじゃなくって、うん、バチバチ感が見えない、うん、なんか、いや、バチバチなん、うるせえよ、ノンリーワングループとか言って、てめえ普段喧嘩もしねえようなゴミが、何がバチバチ感がねえだよ、バカ。喧嘩とつも普段そんなにやらねえようなゴミが偉そうに言うな。うん、何言ってんだよ、おめえがそんな信憑性ねえこと言ってんじゃねえよ、ゴミクズ。それを言うのであれば、それを言うのであれば、お前だって全然喧嘩とつやってないじゃん。最近になって開始したぐらいのもんじゃん。
やってるからお前も見てねえな。いやだから俺のじゃライブ履歴見てこい。今からライブ履歴見てこいっつってんの。1から10まで俺が最近やってる配信大体残してる。まあ大体っつってもそんな残してない部分もあるけど、大体喧嘩凸やってるから見てこいよ。だ最近ね、1日1回はやってっから。俺に言われ、お前に言われる前のライブ履歴も見てこい。ちゃんと残ってっから今から確認してこい動画をよ、はい、で凸も、はいはい、分かるやつには分かるから。凸も上がって喧嘩もしてるから。うん、でそれ分かるやつは分かる。お前、お前とか特に分かってると思ってたんだけど、お前はそんなものも分かってないで、おめえも喧嘩してねえみたいな認識でいたんだな。ゴミだな、おめえもよ。それを言われるのであれば、お前が呪縛で喧嘩ともしないでって言われるのもおかしいんだけど、俺ついさっき喧嘩としてだから呪縛でやってっから、ライブ履歴見てこいっつってんだろうが、このクソ酔っ払いがよ。早くしろ。見てこい、これ見てきてから物言えよ。見てきて上がってきて物言え、これ早くしろや。やってるしって、だから俺もやってるしって。喧嘩突やってないわけじゃないし、でめっちゃ酔っ払ってるやんこいつ。俺よりロレツ回ってないやんこいつ、うん、落ちろ、され下がれ早く。え、なんでなんで下がれ、なんで空気読めっつっとんじゃん。空気読めっつっとんじゃん、ボケ。空気読めってバカか、煽られてすぐ上がってくるバカか、お前は。ゴミが。いやでも、でも煽られてっていうよりかは、お前はハゼか、マジ。ちょっとソーセージつけてお前糸にくるめてるだけですぐ噛みつくような、お前ハゼか、お前は。ゴミが、早く下がれ。ハゼの意味がちょっとよくわかんないんだけど、うん、ハゼって魚知らないのか。どんな餌でも食いつくんだよ。川魚のハゼっているんだけど、どんな餌でも食いつくの。どんなね、ソーセージであろうがね、もうスポンジであろうが、どんな餌でも食いつく魚がいるの。それがお前、空気も読めずにな。下がれ。だって俺釣りとかよく下がれ、早くいいから。脳が垂れなくていいから、つまんねえから。わかんねえけど、わかんねえけど、でもでも嫁の感じた舐めとけてめえはよ。感じた配信してこい、ゴミが。嫁感じた治ったバカ、治った、とっくに治ったお前。いけ、とっくに治ったわ。落ちろ、感じた、感じた、感じたか感じたか知らねえけど、落ちろ、いいから。下がれっつってんだてめえ、生きがんな。なんで、なんでだって、外野が生きがんなって。おめえよ、野球やっててベンチのやつがさ、ないきなりメンバーでもねえのにピッチャーになっちゃうぐらい生きがんなって、ゴミ。早く下がれ。リリリリ、監督の言うこと聞け、ゴミ。落ちろ、お前監督じゃねえじゃん。いや落ちろっつってんだよ、いいから。なんでくだらねえから。もうなんで、じゃあお前が喧嘩しろよ。じゃあ俺落ちるから、お疲れ。よし、え、むかつくね、むかつくね。別に相川さんとやってもいいけど。え、でもリスナー、どうなん、早くリスナー煽れや。どうなんこれって、どうなん。いや別にいいけど、俺相川さんとやってもいいけどさ、いいの？こんな感じで、こんなもんな。逆になんか戦争だって言ってて、チャチャがちょっと入ったぐらいで、なんかもういいの？俺のチャチャって多分、俺の入れるチャチャってそんな大したチャチャじゃなくね？いいか、早く早く、何リスナー煽れて。何食ってんのお前。イカ、スルメ。うん、分かった。うん、うん、うん、分かった。つまんないから、早く煽れて。何そのつまんないとかやめてもらっていい？なんとなく、うん。いや、お前が本気でさ、酔っ払うとさ、うん、つまんないんだなと思った、うん、なんか。今日だってなんかお前、治癒り枠、治癒じゃないな、うん、どこだ、治癒り枠か。あ、治癒り、治癒、うん、なんか、心もまたにコスモ石油とか出たでしょ。じゃあ、あれ相談とつまちだから。じゃあ、あれ、え、あれは、あれは相談とつまちに、ね、上がるのに対して言い訳はいいんだよ。どこが言い訳、どこが言い訳、今言い訳しようとしてたじゃないかよ、お前。え、どこが言い訳、いや、え、どこが言い訳よ、逆に。いや、あのな、な、うん、お前がね、その相談とつまちとか関係ないじゃん。寒い話、寒いって言ってんだからさ、いや、あれは寒くない、めっちゃ暑いよって言うならまだしもよ。ねえ、うん、いや、あれはしょうがないんだよ。あれは相談とつまちだったから、あれ、治癒に行こう、なんかその、なんか寒いことをお前言い訳してるだけじゃないかよ。いやいや、言い訳してないじゃん。あれは俺を盛り上げようとして、だって、心を満タンに、だって俺は、
いつもコスモ石油にガソリンを満タンにしに行ってるにもかかわらず心が満タンにならないんだけど、なんでですかっていう相談に行ったんだよ。すごいいいネタじゃん。いや、え？え、じゃあ逆に相川に聞きてえわ。逆に相川に聞きてえわ、はい、俺はね、はい、コスモ石油にね、あの毎度毎度心を満タンにしに行きたいと思って給油をしていってるにもかかわらず、うん、心が満タンにならないんです、うん、じゃあなんでですか？なんでですか？いや、だって心を満タンにコスモ石油って企業自体が歌ってるんですから、うん、俺は心を満タンにするために毎度毎度コスモ石油に行ってるんですよ。あのね、分かってないよな。いいか、ガソリンを満タンに入れるっていうのがどれだけね、うん、その裕福な人たちのね、このステータスか分かってないでしょ。うん、要はガソリンスタンドに行ってね、満タンに入れるという行為そのものが心を満たしているってことなんだけど。え、じゃあつまりそれを言うのであれば、エネオスとかなんか それ以外のガソリンスタンドで、うん、との違いは何？要は言ってるか言ってないかだけで。コスモ石油はね、コスモ石油はね、そういうみんなが当たり前だと思っていることをね、当たり前じゃないんですよ、うん、そのガソリンを満タンにするってことはみんなの心が豊かになって、うん、みんなの心が満タン、こう満たされているからこそね、満タンにできるんですよってことをあえて伝えてるだけで、他のところは伝えてないだけだもん別に。うん？ん？え、じゃあそれだったらじゃあコスモ石油に行っても味わえる満タン感と、エネオスに行ってもとか、いろんなガソリンスタンドに行って与えられる満足感と同等にならなきゃいけないじゃん。同等にならなきゃいけないんだけど、これをね、うん、コスモ石油はそれを言うことで意識、うん、認識させているってこと、客に。わかる？満足感っていうのは客が、満足感というのは客が意識しないと満足感なんてものは得られないからね。だからその客、俺は客側の立場としてね、心も満タンにコスモ石油というね、あの大門を掲げているから、毎度毎度コスモ石油に入れに行ってるにもかかわらず、俺がやることはね、カード、お支払い方法をお選びください、カードを選んで燃料キャップを開けてください、静電気除去シートに触れて指定されたノズルを入れてください、で満タンにしてありがとうございました、レシートをお取りになって、お帰りください、ありがとうございました、で終わる。どこが満タンになるのっていう話になっちゃう。だから酔っ払ってんのお前なあ。酔っ払ってるよ。俺がさっき言ったこと全部無にするのか、てめえこのカス。酔っ払ってるよバカ。酔っ払ってるっつってんだろお前。バカじゃねえだろお前。俺がさっきお前説明したこと全部お前無にするのか、このカスは。お前俺がなんつったさっき、やこのボカミ、これちゃんと理解できてんのかこのカス。え、だからガソリンが満タンになる安心感がみたいなことでしょ。安心感とかそういうね、もう満タンに入れるだけのね、うん、その財力を持っているとか、そのなんていうの、そういうガソリンを満タンにするだけのステータスがあるというね、うん、そういうことを再認識させられる場所だから心も満タンになるって言ってんの。別に他のガソリンスタンドでも一緒だよ。だけど、うん、あえてコスモ石油はそれをね伝えることでお客さんに、あ、うん、そういうことだねってことを意識させているってことだよ。いや、それは微妙じゃない。だって微妙じゃないよね。え、だってそれはなんか認識させるって、微妙なんて反応あるか。いや、それは認識させるって言ってるけども、あの認識させられてない俺がいるんだから。だってコスモ石油を愛してね、心を満タンにしてもらいたいなと思って毎度毎度コスモ石油にもかか、あ、コスモ石油に行ってるにもかかわらず心が満タンになった感覚がなくって、あの帰ってきてる俺がいるんだよ。だからでじゃなくて、ちょ待って、うん、なんでここ、うん、コスモ石油はね、
お前の心をね、必ず満たさないといけないわけ。だって心を満タンにコスモ石油って言ってるんだよ。っていうのであれば、だからせめてレギュラー満タン、廃屋満タンにした時ぐらい心を少しでもあの溢れさせてもらいたいなって思うのは自然の摂理じゃないですか。え、でもさ、お前さ、ね、うん、ガソリン満タンに入れた時はさ、うん、あーこれでしばらくね、ガソリンなくてこう車も何そのエンストとかがこう ガス欠にならなくて済むわっていう安心感は得れるわけでしょ。あ、わかんない、それはなんかそれが安心感なんやな。わかんないどういうこと、わかんないどういうことや、お前。え、だってだってそのじゃあ毎回1000円入れろや、おい、ん、毎回1000円単位で入れろや。いつガス欠になるかわからないという恐怖心の戦いや。いや、俺だから、だからその満タンに入れられる安心感っていう話をしたのであれば、満タンに入れられる安心感の中で俺はいつも満タンに入れてるからその不安感がないのよ。そうだよ、だからその不安感がないってことはお前が安心してるね、心を満タンにしてるってことじゃないか、うん、ゴミ。心を満タンにしてる、うん、違くない。だからもともとその、それはだってさ、財力に対しての話になってくるわけじゃん。じゃあ、だってそれはお前が意識できてないだけであって、うん、いい？ね、うん、ガソリンを満タンにすればね、うん、その途中でガス欠になるってことをね、うん、ね、ほとんど気にしなくて済むわけよ、うん、でもその、それ結構あの微妙な話だと思うんだけど、うん、俺の生活圏内で、微妙ってなんだよってめえ、微妙ってなんだよ、微妙なんて反応してるねとごめん。だから俺の生活圏内で話せば、あのガス欠になって困るような圏内にガソリンスタンドがないようなことがない。いや、それ別に、半径3キロ内ぐらいのところにどこかしらガソリンスタンドがあるから、千葉県だけじゃなくてもいいけど、でだから俺の行動範囲的な、そう、行動範囲的なところで言えば、あの日本にアメリカみたいなのねえわ、全くもってそのガソリンで困るようなところっていうのが俺にないから、だからそのもし俺が1000円で入れていたとしても、そのあのピンコンピンコン、そのガソリンがあの足りないですよみたいなメーターがもし鳴ったとしても、あの全然足りる範囲にガソリンスタンドがあるから大丈夫。じゃあなんで満タン入れるのお前は。いや、毎回入れるのがめんどくさいから、めんどくさいだけで、それは、うん、じゃあお前の楽を選ぶか、そのめんどお前のそのね、そのなんていうの、うん、その楽をしようという気持ちをね、満足させてるんじゃないの。いや、だからそれをだからそれを満足させるっていうのであれば、心も満タンにっていう発言をするのであれば、何かしらプラスアルファが欲しいわけですよ、こっちは。わかります。エネオスであってもね、あの何でもいいです、日赤でも何でも、もういろんなメーカー、何のメーカーでもいいんですけど、何かしらのプラスアルファが欲しいなっていうふうに思うんですよ。エネゴリ君でもいいですよ、エネオスだったらエネゴリ君がいますよね。なんかプラスアルファのエネオス的な、なんかエネオスのガソリンは、普通のガソリンよりも精油度が高くっていいですよって売るエネゴリ君の売りでもいいんですけれども、俺は心も満タンにというところに対して、あ、心を満タンになりたいなと思って言ったにもかかわらず、心が一向に満タンにならないので。いや、だからそれお前本当に気づかないんだな、うん、いいか、うん、そういうふうに心を満タンにっていうふうにね、打ってるってことはね、客に意識させることだってさっき言ったでしょね、うん、お前みたいにね、うん、何かじゃあ心を満タンにすることがあるのかなっていうふうに考えるだけでも、お前の人生は他のガソリンスタンドに行ってるよりもね、進んでいるってことだよ。幸せに対して心を満たすってことに対して意識的になってるってことだよ。だから心を満たすためにコスモ石油に行ってるにもかかわらず、心が満たされないこの状態をどうにかしてくれって言ってるの。だって満たされないんだ。何て言うのお前。いや、だからだって心も満タンにっていうのであれば、他のガソリンスタンドの違いを、じゃあ聞こうか、はいはい、じゃあ聞こうか、お前は今満たされるって言ったよな、うん、
な、満たされると、満たされ、満たす、満たしたいみたいな、うん、じゃあお前は ね、どうなれば満たされるんだ、どうなれば、ああ、だからコスモ石油に行ってよかったなという気持ちが出れば満たされる、あのエネオスに行ってだからどうかとかっていう、満たされるって言ったんだよ、よかったなっていうのはね、そのもうまた、いや、よかったな、満たされる、抽象的な話になってるけど、いや、よかったなっていう話っていうのが結局例えばエネオスに行ったら満たされないものが、コスモ石油に行ったら満たされるものがあれば満たされる要件に入るけれども、コスモ石油に行ってもエネオスに行っても満たされる要件が同じだから心も満タンになりませんっていう話ですよ。違うよね、だからさっき言ったじゃんね、うん、それにコスモ石油のね、歌い文句によってお前がね、心を満たすとは何だろうかということをね、意識的に考えるようになっただけでも良かったんじゃないんですか、うん、じゃあだからそれを考えた結果、考えてね、コスモ石油に心を満タンにしてもらおうといった結果、心が満たされなくってどうしたらいいんでしょうっていう相談内容でチーユリのところに上がったことを相談に持ってきてるわけじゃん。だから言ってんじゃん、だから、うん、そういうふうに心を満たすというのはどういうことなのかとかね、うん、心を、うん、満たされないというふうに自分のその心、うん、心理状況も分かるわけだから、うん、これね、心を満たされるっていうのはね、あの、うん、普段のね、普段の生活、例えば本当に充足していたら満たされてると感じないわけよ、うん、でしょ、うん、だけど、うん、ね、その普段例えば、ま、毎日毎日ギリギリの生活をしていたらガソリンを満タンに入れるってことがすごくこう心が満たされるっていう、こう良かったってことになるわけよ、うん、いい、うん、でもお前はね、そこが今もう、うんうん、普通になってるからね、お前が心満たされるものは何なのって聞いたんだけれどもね、お前の話だとね、いつまでたっても心は満たされないんだよ。でも俺が言ったのはね、お前はね、来てよかったなと思うことがあれば満たされたってことに言うっていう、お前そういう風に話したでしょ。であればこういうことなんだよ、お前はコスモ石油に行くことによってね、心を満たすとは何ぞやということを考えるようになった、それだけでもね、人生において十分良いことじゃないかよ。それに気づけないお前はバカだよ、ね、そこの疑問、人生とは何ぞやみたいなね、ところにこう気づけたところでお前は一つ進歩があったんじゃないかっていうことね。でも結局でもって満たされない、でもって何やねん。いやだから結局おかしいやろお前よ、じゃあお前さっきからお前満たされるってのはどういうことかって、お前に認めさせたのかよお前この野郎。気づけたけれども結果ね、心を満タンにというところに対して気づけたけれども満たされない、この境地、待ってこの境地いかがしたらよかろうか。いや よかろうかじゃねえんだよお前いいか、いやそもそもな、そういうふうにね、うんうん、今満たされていないんだということが分かることでもね、うん、お前の その今の日々のこの生活においてはいいことなんだよ、うん、いいことなの、いいの、いいことだ、めちゃめちゃいいことだよ。だってそれはお前がね、うん、お前がね、その満たされてない、うん、なぜ満たされないんだろうかということを考えることで、満たすためにはどうすればいいのかっていうふうにお前は進んでいくから、うん、え、でもエネオスに行っても満たされないんだよ、コスモに行っても満たされない。コスモ石油が、コスモ石油がわざわざ心も満タンにって言ってるから、お前はそのね、その、うん、コスモ石油に行くわけでしょ、うん、コスモ石油がね、なんか心満たしてくれると思ったから行ったわけでしょ。そうだから、でも満たしてくれすごいんだって。でも満たしてくれないんだよ、俺のこと。違う、俺の心はコスモ石油は満たす満たさないは、満たす満たさないはね、そのお客の心次第なんだけれども、その満たすとは何ぞやということを考えることが素晴らしいって言ってんだよ。何気ない幸せを感じ取れるかどうかってことだよ。なるほどね。ああはい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 、まあ幸せとは何ぞやみたいなことを考えてみたら生きてるだけでも幸せじゃないみたいな感じね。そうだよ、ガソリンサンドってガソリン満タンにできるなんてお前幸せじゃん、ボケ。まあそれは311の時に感じたわね。
まあそうだね。お疲れ。お疲れ。何やねんこれ、もう酔っ払いじゃないかよ完全に。や、だよ。めっちゃ下ったけど。あ、どうも。どうも。あの相川さんって、相川さんか、相川さんって、はい、あの、はい、ローストビーフさんのコラボ行ったりしてます？はい、はい、行ったりしてますよ。はい。行ったりしますか？はい。で、あなた顔出ししたことありますか？はい、ありますよ。え、じゃあ今ここでやって、優勝？優勝って何ですか？え、シャメコンで優勝しました。あ、いいじゃないですか。あ、もうはい、もう僕負けました。はい。すいません、俺負けました。ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい。はい、何でしょう、白ひげくん、何でしょうか。いやまあね、まあでもああいう子がいてもいいんじゃない。うん、俺でもあのさっきのあの一番との喧嘩は結構好きだよ。うん、ああいうこうなんだろう、いつにするよ戦争で。だからねえ、そっちの陣営はちゃんとそっちの陣営でね、ちゃんとしてもらえる。こっちはさね、別にね、俺一人でもね、ローストビーフ一人でもできるんだけどね、俺たちは戦争という形でやろうと思ってるわけよな。なんだお前、お一方お前、なんかお前、いや、もう日時決めるとか、もう俺はちょっとないんだけど、ぶっちゃけ、なくない？日時決めるとかなくない？ねえ、しかも土曜日って、あの、古今の喧嘩大会の日じゃね？ねえ、それ俺審査員やるんだけど、ねえ、てか、A 君ジャパン結構、喧嘩突大会出るんですけどねえ。どういうこと、何言ってんのお前、バカなのお前本当に。いやとりあえずね、あのあれだよ、俺はあの喧嘩突大会は本当にあの審査員としてね、あの公平に本当にいくらあの A 君ジャパンと戦争をしてたとしても、俺は公平にね、公明正大にね、A 君ジャパンを潰します。はい。はい、公明正大に公平に A 君ジャパンを潰します。はい。お前らみたいな老害が審査員、じゃあ誰がやったらいいんだお前、ちょっとじゃあ対案出せや、対案な。じゃあ白ひげ、誰が審査員だったらいいと思う今回の大会、じゃあ聞いてみ、聞いてみるか言ってみ、誰だっていい。いや俺も別にしたくないんだよ、古今がチンコ出さないからさ。読んだのに一番やる気満々なんだけど、こいつやる気満々なんだけど、すげえ審査員やる気満々なんだけど、こいつガンジャピラと同じ老害じゃねえかってめ、このカス、俺たちよりも老害じゃねえかバカなあ、何よ。中止みたいな噂聞いた。あ、そうなん。あ、まあでもそれもありだろうな。だってさ、あんなさね、裏でさ慣れ合いしようなんていうやつの喧嘩大会ったって、なんかこうもうお遊びじゃもんね、ぶっちゃけね。富士出ないらしいよ。あ、そうな、富士どうしたの最近、なんかそのテンション下がってるけど、なんかあの俺を攻めた時はウキ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 してたけど、なんかテンション、俺にやられてテンション下がりまくってんじゃねえのあいつ。え、おいチンコやろう、は、おいそっちに、お前な、そっちにやろう、それはお前な、は、いやいや、チンコも出せないようなやつに言われたくないわそんなの、ほんま。いやなんか変な噂をね流してる人いますけど、いや、やりますから。ちょっとね、最近ちょっとここ家族が亡くなったんで、マジでやるの、ちょっとここ3日ぐらいは家族が亡くなったんでね、ちょっと席外してましたけど。じゃあもうやめよう、大会もやめよう。いやいや、その家族のためにも俺は大会を成功させたい。だって初なるかも過ぎてないのに大会とか、それ不謹慎じゃない？え？何？
書なのかも、ね、書なのかもね、あの難しい言葉使うのやめてくれます。いや、人が亡くなって7日間はね、そのこう慎んで生活するっていうのを書なのかって言うんだけど、うん、うん、もう家族のためにやめたら、いやいやいや、人じゃないんで、あとチンコも出せねえ、チンコも出せねえような、チンコも出せねえような、だって主催者に誰がついてくんのよ。いやいやいや、お前さバカだべマジで。このもう そういう流れはいいよ、もうあのロースビーフは。お前言っとくけどな、いやお前言っとくけどな、昨日なチンコ出す流れでな、なちゃんとチンコ出したやついるからな、お前と違って。いやお前昨日とかもう普通にあれだし、もう普通に火葬場いたし。あ、そう、白ひげの枠に上がってるのも俺火葬中だし。うん、何、お前が火葬場にいる間に、うん、お前あのほともとっているだろ。ああ、あいつか、うん、いるいるいる。お前がボロ負けしたやつよ。してねえんだけど。いや、もうボロ負けしてって、あいつはもうチンコ出して A 番だから、もうお前抜けないから。え、あ、チンコ出して A 番だったの。もともう抜けないから、チンコ出して A 番になってるから、お前もう抜けないから。うん、いや、それは抜けないね。てか、お前も抜けないよ多分、さすがにそれは。いやいや、もう俺たちもやったから、頑張ったから。へえ、ま、え、マジでチンコ出して A 番なの。そうだよ。お前に前言っただろ。お前に前言っただろ。鍵枠でチンコ出しても大丈夫じゃねえかって話しただろ、お前に。だ、ダメだっただろ。だから、そうそう、まあ鍵枠でチンコ出しても俺の言う通りじゃねえか、バカ。お前それを俺にやらせようとしたんだぞ。それは分かんねえから誰かにやらすに決まったんだろ、バカ。いやいや、だから俺は絶対無理だよっつってんのにさ。いや、いけるべ、ワンちゃんとか言って。なんだよ、それ、もしかしたらいけるって。いや、お前ダメだわ、やっぱり。いや、お前はだって試したわけじゃないじゃん。いや、試さなくても分かってるって。いや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 、もともとバカなんだって、あのバカ。言い訳、言い訳、お前。え、あいつさ、お前はもうチキン野郎。鍵枠でやったの？鍵枠で、鍵枠でチンコ出して A 番。うん。お、またな。ね、それを何、誰か見に行ってたの？はーい。あ、翔一だけ？いやいや、ローストビーフの枠で、ローストビーフが30人ぐらいいるような枠で、今から鍵枠でやるぞっつって、で、鍵枠のパスワードはほともとだっつって、で、宣言して行ったら思いのほか人が集まっちゃって、でそれで、まあ、やれよって話。絶対誰か通報しただろ。絶対誰か通報した。いや、もう通報したやつは、もう通報したやつは分かってんだよ。あ、分かってんの。うん、白玉。え、そうなの。あ、そうなんだ。で、昨日はだから俺とローストビーフと白玉で、ほともとに、お前チンコ出せよ、おい、お前チンコ出さないとお前コキン抜けねえぞっつって、こう煽り散らかしてたら、じゃあやるわいう話になって、お前と違ってな、単純そうだ、お前と違ってやったらチンコ出せる男なんだよ。いや、俺煽られてもチンコは守るし。差がついちゃったな。いや、大人か子供かって言ったら俺の方が大人でしょ、完全に。いや、チキン野郎じゃん。いや、チキンじゃなくて、そこは大人としてね、普通に一般的にね、チンコをこんなさ、全然そんな、なんかもう出してさ、こう一般の人にね出すとかも許されないから、うん、いや、もうお前が今何言ってももうほともとに出されちゃったからさ、もうお前はもう何、ほともともう抜けないよ。いや、抜けないじゃなくて、違う、その出したことでによってあいつはもっと下がったんだよ。いやいやいや、もうあいつすげえ男だったよ、やっぱり。いや、男だったじゃなくて、そもそも違う違う。だって、お前な、いいか、そう、人間性で、お前ちょっと喧嘩だよ、今から。もともとが、これで。もともとがチンコ出すことによって、な、ローストビーフはタッチションするし、な、
あの、白玉は脇毛剃るしな、俺はそう、まあまあ俺も半分チンコ出したり乳首出したりしてたけどな、あいつのその行動で、あいつの行動、そうだよ、昨日配信やってるから、あいつの行動で俺たちこの何ビッグスリーがお前そういう行動 してんだからな、お前に俺たちを動かすだけのお前力あるかねえだろ。いや今回はねもう威張りませんよ。じゃあなんか来たぞ。もしもし。おお今の話全然興味なかったからさ、ちょっとあの、うん、A 君ジャパン VS 相川翔司のこと聞きたくて来てんけど。はいはいはい。何どうなんの。いやどうなんのってさ、いや俺たちはやる気満々で、うん、ね、俺もだから白ひげの枠に上がったりとかいろいろしてるわけよ。なのにとりあえずあのローストビーフには聞いてんやん、軽くその富士の下りっていうのは、うん、富士が逃げてるような感じになってて、うん、ね、A 君ジャパンVS なんか相川翔司っていう形が崩れそうになってるみたいなのは。そうなんよ。だから俺的にはね、だから俺なんかみんなはさなんかと大会みたいな感じでやればいいじゃんっていうやつもいるんだけど、俺ねそれはねリスナーがねなんかこうどっちらけるんじゃないかと思ってね、逆になんかやっぱりこういつもいがみ合っている、要はそういう大会の時だけいがみ合うんじゃなくて、いつも枠開いてても相手のこ枠に行ってコメントしててでも別の枠で喧嘩しててでもその敵対してるやつをなじったりね、こう何文句言ったりするっていう、そういうその喧嘩外での活動っていうのもその戦争の一部だと俺は思ってるのな。だからもうほんまに潰し合いみたいなことを望んでるってことやな、相川側は。そうそうそう、俺とかロースビーフはな、うん、なのになんか富士はなんか形式決める、勝ち負けはどういう定義でやるか決めようとかさ、なつまんねえこと言うからさ、なつまんで、でそういうのが嫌だったら参加するんじゃねえよって話なんだよ。誰が？俺が？相川らは、だから相川らは相川らで、自分らがこういう形なんだっていう喧嘩してたらいいんじゃない？で、富士の条件を飲んだ上で、お前たちがそれをぶっ壊していって、なさらにさらにって追い詰めていったら、その戦争って成立するんじゃない？富士の条件も満たせるんじゃない？いやだからそれをね、まあどっちでもいいよ、俺はそれでやりたいんだってやってもいいけど、でもなんつうの、そういうさ、なんつうの、なんかこうなんかここでやりますみたいな、なんかここ何日に誰々と誰々が出て何、この大会みたいなもんじゃん、それって。だから喧嘩大会みたいなもんや。いや俺もその大会っぽいのはつまらんと思うねや。何日って決めたら、つまらんそのリスナーさんは確かに集まるかもしれんけど、それって企画地味すぎて面白くないと思うねや。ほんわか、なんか若いみたいな形で終わりそうな空気があるからな。だから、ここにやり合える時間っていうのを決めて、うん。うん。それは分かってる。それはだから、で、いや、何？できるだけやろうとしてるよ。だから俺も、そう、だから今回な、ローストビーフ VS、富士の下り、俺聞いてて、富士の時間帯がとことん合わないと。でローストに合わせような形で俺はやるのが嫌だみたいな感じでリスナーから聞いてんねんな。富士の意見としてはこういう感じだったって。それ違う。それはね、富士とローストビーフは時間帯別に合わないわけじゃないのよ。合わないのは A 君と、うん、ローストビーフだったり、富士、あ、白ひげとエビスだったりするのよ。うん、じゃあベストコンディションでできひんからっていうのは言い訳ってこと？富士の。うん、だって昨日だって、まあ、富士はだって普通に、だって昨日ローストビーフの枠に上がったりしてるんだからさ、できないわけがないんだって。え、なんかやりたいタイミングではできないみたいな、なんかだってそれやりたいタイミングっておかしくないんだって。モチベーションが下がるとかなんかそんな感じじゃなかったっけ。俺もその直接聞いたわけじゃないかわからんねんけど、いやなんかね、モチベーションが下がるのはあいつが、あの富士がモチベーション下がってるのはね、俺がこうやって自分の枠で、うんね、戦争するんだっていうことで盛り上げて、こういろんなこう、俺は俺でね、その世論操作をしてるわけよ。これ言ってみれば、うん、世論誘導してるわけよ。あの、うん、A 君ジャパンっていうゴミたちがいてなみたいな話をして、そういう何その洗脳活動をしてるわけよ。でそういうこと、うん、そういう活動されるとなえるわって言ってたのが富士なんだよ。でも戦争ってもう何でもありやから、普通じゃない。てか喧嘩配信ってそもそもそんなとこあるやん。そうやろ。
なんだ、藤田それが、それがもう萎えるわー今まで。いや、俺もそう思うよ、だから。しかもあいつはさ、直前の枠で、ね、直前白ひげの枠に俺がね、喧嘩上がったんだよ、白ひげに喧嘩売るために、こいつが英軍ジャパンに戻ったから。で、俺、行ったんだよ。うん、行ったら、そこにさ、うん、ね、なんかこう、何、こう、意気揚々と、なんか、何、A 君と藤と白ひげで3対1で俺をこう、ボコボコにしてるっていう雰囲気を作ってたわけよ。ああいう時は自分たちがこう、危機に…どういうこと？なんか、逃げたしもういっかみたいな感じで相川翔司終わってない？それとも追い続けたらみたいな感じはある？俺は、その俺はまだやろうとしてる？藤は逃げたみたいな感じにはなってんの？俺今こういう話いろんな人から聞いてて、藤は逃げてると思ってるわけな。そのローストから逃げてるようにしか俺は感じなかったわけ、結果的に。で、相川側がどう考えてんのかな、その藤側がどう考えてんのかなっていうのを知りたくてこうやって回ってるだけで。ああ、なるほどね。それは、だから、ローストビーフはね、あいつは、なんだろう、あいつはなんかこう、歯止めの効かない猛将みたいなもんでさ、なんつうの、やりたくないやつはやらないでいいよみたいなやつだから。だからまあ、あんまり煽るような行為もしないし、ね、向かってくるならやるぞみたいなやつなんだけど、俺は違うから、俺はそのこういう枠でも、富士はほんまゴミだったよねとかっていうことを言って、これで煽ってるからね、俺は。え、でも、ロースト自身、逃げてるみたいな言い方しとったで、俺の枠上がってきたとき。ああ、じゃあ、それはわかるよ、だから。あ、だからごめん、あ、ローストビーフがってことね。まあ、それはローストビーフもそういうこと言うときもあるよね、わかんないけど。え、だからつまりはその相川翔司側は全然あるけど、 A 君ジャパン側のその富士のみがちょっとよくわからんようになって、その軍団対決みたいなのがなくなりそうで、相川翔司はそういう形であって全然行くつもりではおるけども、相手が逃げれば逃げることを追い続けるみたいな。逃げた逃げたでまたそこを追い続けるよとか、ことさらにまた言うよ。ならさ、ちょっと俺見てて思うこと一つだけ言っていい？その企画地味ってあるのってつまらんと思うねんけど、前もって日程だけ決めへん、うん、そのお互いがほんまに時間帯合う時間とかっていうのを調整し合う時間っていうのも必要だと思うにゃ。ああ、それはあれでしょ、だから例えばあの誰かが放送しててね、例えば俺はじゃあ今度土曜日の昼にできるから、てめえじゃあ土曜日の昼来いやって、そういうそのなんていうの、そのなんていうかな、その大会じゃなくて、いその例えば宣戦布告みたいな記事だとか、そういうことね、はいはいはい、うん、の方が俺はリスナーも見やすいと思うし、あの全くリスナーが気にしてないってわけでもないと思うやん、この相川翔司 vs A 君ジャパンっていうのは。だからそうしてくれた方がありがたい。だからお互い分かち合える部分っていうの、一つだけ共通点だけ持って、まあそういうのができればそれでいいと思うけど、もしかしたら藤川からしたらなんか企画地味すぎて、だから喧嘩突大会って無理にでもネタ用意せなあかんかったりするやん、そんな感覚持ってんのかなとか思うし、逆もそうやん。ローストから富士に文句言いたいことがあんにやったら、それで喧嘩作るきっかけ出来上がるやろし。うん。じゃあ面白いんじゃない？興味持つやつ多いと思うね。だからそれだけはちゃんとやってほしいな。だから、いろんなとこで個人個人の喧嘩が発生してても別に何も思わんけど、なんかその、A 君ジャパン VS、A 君、相川翔司ってなるときは、やっぱりその日付だけちゃんとしっかり決めて、やってほしいよな、個々の戦いでも。まあまあまあ、それもそれでいいと思うよ。それはそれでいいと思うけど、うん、ね、あの告知しないね、その乱、その告知しないその紛争が起きても俺は面白いと思ってるから。まあその細かいのはいいと思うね。うん、なんかこれあのね、どういうことかっていうと、うん、これどういうことかっていうとね、その予期しない場所で予期しない状態で例えば誰かと誰かがやるっていうのはみんなね、うん、すごい意識集中するわけよ。あ、でもそれ全然やと思うねんな。見れんかったわーとか、見れんかったわーのやつらのこのやつとかってなるからさ。結局それがまた聞きとかなったら、うーんってなるやん。だから、いいね、それ直接目にしたいよな。どうせ見んねやったら。いや、それはな。でもそれが、ね、試合みたいな形式になるのは、ちょっとつまんないなとは俺は思う。だからルールなんか決めへんでいいと思うね。今までお前らがっていうような喧嘩やり続けて、で、その日付だけ決めるってだけの方が見る人たちだって増えるし、そこに人たちだって出てくるから、うん、絶対に、うん、で、組み合わせなんかもう3対3とか1対3とか何でもいいと思う、うん、戦争っていうことからスタートしてるわけやから。そうだな、じゃあこうしようか、うん、今週土曜日夜8時からじゃあ A 君ジャパン待ちしようか。
まあその町だけじゃなくてもいいんじゃん。逆に行くでもいいんじゃない。ん、何、今週土曜日なんかあんの。今週土曜日の8時から。いいんで、ジェイクルはちょっと黙ってるよ、お前は。え、今週土曜日なんかあんの、うん、なんかあったっけ。え、今週なんもないやろ。ジェイクルは黙ってるよ、お前は。お前は黙ってる。なんもないんやろ。なんお前が黙ってろって。なんもないねんから別にええやんけ、土曜日で。いや、お前が黙ってる。なんでお前。え、お前なんかあんのかって、土曜日8時にって。なんもないやろ。お前関係ないやんけ。相川翔司 VS A 君ジャパンの話じゃねんから。関係あんだけど。何があんねんって言ってみろって。しかも俺 A 君ジャパンだし。あ？お前 A 君ジャパンだ。じゃあてめえ来いよ、お前。お前来いよ。じゃあてめえ来いよ、お前。土曜8時に来いよ、土曜日の。てめえ来いよ、土曜8時じゃねえ、てめえ。日曜8時に帰ろよ。いや、土曜8時やからもう。いや、相川が決めてんから今ここで。いや、相川てめえよ。おい、クソジジイてめえ、ちょっと、お前、調子こいけんの見返しとけよ、マジで。え、なんでそんなにこだわってんの、土曜8時に。いや、土曜8時はお前予定あんだろうがよ、普通によ。何の予定があんねんって知らんがな。てめえには関係ねえだろうがよ、クソは。いや、関係ねえとかみんなに伝えろって。お前個人のなんかな、予定とかにやったら知らんから。いや、関係ないから、お前が見られへんとか言われても。いや、喧嘩としたいとあんだろうが、てめえよ。え、じゃねえ、あるんだよ。喧嘩と伝えたいがあんだよ。え、全然し、え、ほんまに知らんかった。知ってた、みんな。びっくりした。いや、お前が、え、大会ってこんなもんやったっけ。関係ねえんだよ、てめえに。てめえに関係ねえんだよ。大会ってこんなんやったっけ。もっとなんか、いろんな人たちが、え、今度大会するらしいで、みたいな、何日に、みたいな感じだったのに、今まで。あれ俺知らんかったわ。そうそうそう、今まではな。やめろや、そんな喧嘩と伝え会、クソつまらんから。いや、面白えから、今回は。いや、絶対つまらんから。前回でね、芋煮でばっかれたくせに調子こいてんじゃねえよ、お前。そんな喧嘩と伝え会。老害二人が審査やろ。俺その時お前、芋煮いて喧嘩も出れできなかったクソゴミは黙ってろっつってんだよ、てめえや。お前、前と意見変わってるしな。前と意見変わってるしな、じゃねえよ、てめえや。喧嘩と伝え会にビビった俺のことブロックだ、お前。笑わせんな、クソゴミ。理解しとったろ、ボケ。理解しとったらボケじゃねえよ、てめえよ。喧嘩と伝え会にビビったとしか思われねえだろうが、てめえがよ。なんかその喧嘩と伝え会の前日までは普通に連絡取れてんのに、その日にお前ブロックしたって、お前なんだお前それ。いや、ブロックした頭いかれてんじゃねえの、言っとったんけ、バカか、お前。てめえが言ってたんだろうが、てめえがブロックしたっつってたんだろう。俺は言うわけねえだろ、てめえのことブロックしてねえんだろ。ボタン押してもらってたんやろ、ブロックのボタンを。知らんがな、お前がな、ブロックの状況、お前な、出た、お前、J クール出た、すり替え来たよ、こいつ。俺のメリット。メリット見とったんじゃない、お前は。俺がお前のことをぶちるっていうメリットどこにあんねん。お前のことをお前のことぶちるくらいなら俺は仕事やって言って配信上に現れる方がメリットあるんじゃない。メリットある、メリットある。どこにあんねんって、バーカ。いや、普通に俺はお前に言っとった名前持って喧嘩と大会には出れないかもしれないって。その恐怖でお前出れなかったんだろう、お前。一回戦ローストビーフだからって。前日にボコられた？全然やり合いなんかしないやん。結果的にどっちが勝ったっけ？アンケートでお前。見とった？こういうやり取りしたんじゃん。それはその後だろうが、お前が勝ってる見込みないんやから。喧嘩と大会の後だろうが、それはや。だからどっちにさ、てめえがアンケートでローストビーフに勝ったのはてめえの後だろうが。前と後お前変えてんじゃねえ、クソが。俺がな、お前にそもそも言ってた部分分かってる？仕事あったら喧嘩と伝え会に出れないかもしれませんって。じゃあ仕事あることにして出えへん方がメリットあるよな。なんでお前のことブロックしたみたいな、急にな、俺の枠で発覚したみたいな感じの放送を流さなあかんの。そこやんけ、喧嘩と伝え会に出れなかった言ってねえから、お前。てめえがそこ語ってっけど、そこじゃねえんだよ俺はよ。あれ、喧嘩と伝え会、妹って出れなかった言うとったん誰やったっけ。お前が触れてきたてめえだよ、てめえが出れなかったんだろ。どっちにメリットがあるかって考えてみたら分かるやんけ、バーカ。前日にさ、その前日にスカイプでやり取りできてたお前がね、その次の日にお前が俺のことブロックしたっていうことで、お前連絡取れなかった、お前出れなかったでしょ。お前がそれ芋引いたとしか思えねえよ、俺は。だから、芋引いた言うんやったら、あの仕事って言った方がメリットあるやんって。そのメリットちゃんと理解しろ、クズ。いや、じゃあなんでブロックしたのお前、その…なんで配信上に出てくる。いや、だからブロックしたことすら知らない言うてんねんて。だからお前に必死に連絡取ろうとしてたんや。運営サイドの奴らに何人も連絡しとったよな。知らねえんだけど、そんなの。え、てか運営サイドには連絡してないはずなんだけど。それをトママオとかの話を持ってきとったやんか。覚えてないんお前は。違う、あれでしょ、それはアバルーンを使ってるでしょ。こういう界隈それはアバルーン…はぁ、アバルーンだけじゃないから、トバマオとかにも連絡しとったから、南吉とかに連絡しとったやん。アバルーンを使ってでしょっつってんだけど、てめえよ、俺がトバマオに聞いたのは、俺がトバマオに聞いたのはね、アバルーンのアカウントを借りてジェイクが参加しようとしているって。
しかもそれローストビーフとジェイクの試合がもう流れた後の話で、そんな無理に決まってんだろうがバーカー、流してんのにてめえは負けで終わってんのに。違うから違うから違うから、てめえそれでなんでお前暴るの次の試合、違うから暴るの席の何誰か忘れたけどさ、2回戦確かそんなローストビーフぐらい強くないやつだったよね。そこに入ろうとしてお前何勝ち狙っちゃってんのお前。いやいやいや、ローストビーフが勝ち上がるの見えとったやんけ、あのカード見とったら。そうじゃないん、じゃあ結局当たっとった俺じゃないん。いや、しかもお前が勝ち上がるかどうか分かんねえじゃん。俺とローストビーフっていうのはぶつかってんねんで、お前ちょっと喧嘩と大会で逃げる意味がない言うてんねんてバーカ。でメリットの話をしたんじゃない。お前がプロテクトの部分にメリットが関係してるからメリットの話で、何一つ理解しようとせんやん。お前の場合はどっちがメリットあると思うっていう問いに答えろよ、じゃあ先に。いや、まずメリットメリットじゃないじゃないでしょこれは。あるないデメリットを背負うようなことすんの俺じゃあなあ。例えばさ、お前が逃げた逃げたって言ってきてるのってさ、喧嘩と大会に出れなかったからや。何もとかいう話をしなかったじゃん、まずそもそも。その時飲食店も何もっていう話をしなかったじゃん。その時に出なかった理由としては何じゃお前は。お前はお前と俺が連絡を取れなくなってるからね、お前のことを他の人が入れてお前に通話かけることはできてたのにお前が出れないっていうのがおかしいんだけど。え、誰かブロック入れてたら入られへんやん会議って。それ当たり前やん。いや、ブロック入れてたら入れるよ。ブロック入れてても入れるよスカイプは。いや、あのお前ホスト持ってたんじゃない、あの時。ホストは俺じゃないの。俺それ配信上で流してるから嘘なんかつかへんから。重くなるからって言って、まあ、そもそも重くなるからって言って俺がホスト持ってたわけじゃないよあの時は。あのごめんやけど、あの時配信流しとった言うとったやん俺。ニコ生で配信撮って、やばいやばいリスナーさんちょっと伝えてきてくれっていうことをめっちゃやってたわけよ。そのタイミングでほんまに出れてないとこも晒してるし、だから別に声で切ってたわけじゃないから。いや、それ、あの会議に普通に入ろうとしてたし、その時間帯に調節して、だから焦って自分は配信上に現れました。でも結局お前らは逃げた逃げたって言うけども、俺のメリットってどっちにあるって考えてくれたら分かるやん。そもそも喧嘩と大会に出れない事情を作って出ないっていう選択か、それとも配信上に出ようとして必死にもがいてる姿を晒すか、俺どっちにメリットがある、お前にとって。お前にもともと言っとったやん、仕事があるから。お前にとっては出れないかもしれないっていうのと思うよ。なんでな、今こういうしょうもない喧嘩発生しまくってるやん。思われんじゃん。てめえが噛みついてきたんだろうがクソガキ、てめえ殺すぞてめえマジで。いや、ビビってないもん。そもそもさ、俺仕事っていうのが正直朝から夜までどの時間帯に入らなあかんかっていうのは不安定や言っとったやん。でお前に喧嘩と大会に出れるかどうかもわからないって言ってる中での話やで、うん、じゃあわかるやろボケ、どっちがメリットなの。じゃあ分かるやろボケじゃねえや。てめえ、お前にとっては仕事ありましたよって喧嘩と大会流した方がメリットあったんじゃない。ビビってないと思うし、俺だったらそうすんね。いやいや、ビビってたとしても仕方がないってなるんじゃない。仕事ってなったら仕事、やべローストビーフ怖えと思って仕方がないとかならへんのお前ら。やるね。だから怖えとかなってないから最終的に喧嘩してんじゃない。なったとしてもつってんだけど。じゃあ逃げ続けるんじゃない。お前がローストロースト怖い言ってんやったら俺はローストから逃げ続けてんじゃない、未だに。でもあの時の対決見とったんじゃない、お前だって。ローストに勝ちましたね、ジェイクルさんみたいなコメントだって残しに来とったよな。いや、お前は強い。あの喧嘩は何やったんかな。お前はあの時は強かったけど、さすがに。さすがにそれはやばいと思ったよ。完璧にローストビーフのネタだったのに、お前が勝ったのはすごいと思ったけどね。いや、前の日はお前ビビったね。完全に。その前の日にだってぶっ飛ばされてんだもん。ビビってんねんって、配信上に現れへんやん。お前っていきなり怒られて、お前狙ってるレベルまで必死に出ようともしひんわけや。てかてめえ暴るんのあかんかれてって、それなんで暴るんなんだよ、バーカ。そもそもてめえよ、ツイッターとかあって俺に連絡取れんじゃねえか、ツイッターブロックもしねえのよ。てめえそれもしなかったよな、主催者の俺にツイッターも使って。俺さ、ちょっと待って俺さ、リスナーに伝えてくださいじゃねえ。てめえが直々に動いて俺に DM とかリプでも送れただろうが、バーカ。ちょっと聞けよ。ていうか、そもそも DM ってさ、その日のお前夕方までお前チャットにいたじゃねえかよ。てめえマックニャンと会話してる。 DM ってさ、DM ってさ、届くかどうかわからんよな。配信中とかなったらお前なんかいろんな作業しててんから。じゃあスカイプ見てるやつらの方が多いわけ。じゃあ南吉やったりトバマオやったりに声かける方が早いやん。で配信と言いました。リスナーさんに伝えてくれ。ちょっと喧嘩と大会ちょっとだけでもいいから止めてくれたら、この現象というのはなくなるって。じゃあ運営サイドに問題があるんちゃうんか。入られへん言うてねえから、それを改善する時間だって作ったらよかったんじゃない。
あ、ブロックしてる部分がっていうのが分からんから話してんねんで。恋にブロックしてんやったら確かに俺が悪いって認めるわ。でもブロック入れてるの俺が恋に入れたわけじゃないねんから。てめりあるで来いよ、こら。おい。てめりあるで見学大会出たいです。言いに来いやて。大阪来いよ、お前が。お前が来いよ、おめえ。殺してやっからよ。怒られへんやろ、お前。てめえが今目の前にいたら、バットがどついた言うとったけど、しょうもないやりとりしとんのとか言って笑われてんの、お前。お前、それはやめろよ。それはお前、それは優待に申し訳ねえだろ。バットで。それは優待に、優待は。優待廃止現れへんやんけ、お前。俺的には別に言われても痒く、あの、痛くも痒くもないんだけど、優待があの時は相当ないって言ってたからやめてやれって言ってんだよ。いや、もう話回ってるし。いや、みんな知ってるし。それはね、でも、その今後、その話をするのはやめてくれって言ったら泣いてね。お前、泣くことは勝ちだろ、お前さ。いや、泣いてとか言う方があかんのじゃない。だってお前配信中に泣いてんだからしょうがねえじゃねえかよ。どんな感じで言ってたの？いやもうなんだっけな、あの、俺は殴られてんだぞみたいな、もう本当に泣いてたよ、顔真っ赤にして。なんで殴ったん？引っ張ってきたから俺のことね。だから俺のね、 iPhone を奪おうとしたからだよ。なんで奪おうとしたん？その目的は何やったの？だから配信をしてたの、俺が。配信をしててね、うん、あの、幽体が殺しに来ました配信をしてて、で、幽体は配信でやられたくなかったんだろうね、多分、うん、で、配信切れ言ってて、嫌だよ、面白いのに、みたいに言ってたんだよ、俺は。うん。で、それで俺は、もう俺が辞めないから力ずくで来たんでしょ、あいつは。ああ。だから鬱陶しいから、うん、引っ張られた。バットでどついてんの？まあね。なんでフェランブル行かんかった、お前。いや、フェランブルなぜか知らねえけど、俺の味方してたし。いやいや、お前フェランブルめっちゃ恨み持ってたよ。いや、言ったよ、その前、あの、その前回ぐらいにランブルに会った時。いや、1時間ぐらいまではお前の、1時間前ぐらいまではお前のこと殺そうと思ったけど、やっぱ他の人いるからちょっと無理ですって。じゃあそのタイミングでは3人しかおらんかってんから、いけたよ。いや、そのタイミングで言ったよ、ランブルにも。逃げてねえんだけど、そのタイミングでも言ったんだけど、ランブルに。てめえも俺にかかって殺すぞって。いや、ちゃうやん、ちゃうやん。幽体のことバットで殴ってんやろ、うん、じゃあ、うん、その勢いで、ランブルのこともどつくべきなんじゃないお前。いやいや、どつくべきじゃねえだろ。その時は幽体の言ってることが間違ってる、コギンの言ってることが正しいと俺側についてんだから、ランブルをそこでやる必要はないだろ。いや、過去あるグランブルに対するさ、恨みがあったわけやん。じゃあお前もや言うてバッチ行くべきやったで、お前。そうよ。いや、お前もやってなったけど、頬骨をお前もやってなったけどね。そうだよ、うん、てめえなれやってくんじゃねえよって。いや、ダメダメダメ、それはダメ。それはお前だってネットじゃねえんだから、なれ合いもどうこもじゃないだろ、そこは。なんだ、仲良しな。仲良しじゃねえけど、仲良じゃねえけど、仲良しじゃねえけど、今なんかリアルで来いよとか言っときながら、リアルで会ったら仲良くなるの、みんな。だからちげんだけど、ちげんだけど。幽体がマレみたいな感じに俺思ってんねんけど今。いや、幽体がマレじゃなくて、ランブルが完全に俺のとドン引きしてたんだよ。俺に完全距離置いてたし。じゃあその距離詰めろよ、お前。お前もやられて。距離詰めるも何も、幽体が結構暴走してたから、あいつを止めなきゃダメだろ、まずバットで。そしたらランブルが入ってきた、ね、バットで止めたの。いや、幽体を止めた。じゃあ止めんなよ、じゃない。でもお前を止めに入ってくるときなかったん？俺のことを言葉で止めてたんだけど、うん、それで俺がてめえもやんぞみたいに言ったら、やめてよ、もう。うん、ランブルが今だってことな。そう。じゃあ一番かっこ悪いのは、幽体でもなく、お前でもなく、ランブルやってことや。ランブルは結構お前も行くぞ言うた発言にビビったわけやろ、ランブルはね。ああ、いや、ビビったかどうか分かんないけど、あの、お前もこれ以上止めたらやるよっつったら、幽体の方に行った、あいつは。幽体やめろやみたいな。ビビってるよね、絶対。で、喧嘩取った大会もやんの、まだやるやるやる。お前出るよな。どうなん、その出ろよってね。俺出なかったんだから。絶対出へん。前回の悔いよね。ごめんやけど、ほんまに出へん。絶対無理。もう今回確実に無理。まあ、コキン、コキンあれだよ。頑張れよ。俺は、だから、あの、土曜日8時から、
A 君ジャパン、次はてめえの喧嘩か、次はてめえの喧嘩か、てめえちげえ、日曜日のあれにしろよ、8時に。なんで俺が日曜日のあれにしないといけない。じゃあね、あの今参加者教えてや、参加者参加者、今いてるリスナーだって、その喧嘩突大会のその中身知らんから。絶対今の参加者は富士、富士ナーボー、逃げ配信者、逃げ配信者、大手配信者。じゃあそれ知らなかったんだけど、そんなことあったんだ、ローストビーフと。あったみたいな。で、まあ富士とナーボー、大手配信者、A 君、A 君、ゲドー、ゲドー、白玉、うん、ビップ、うん、ジミー、うん、菅井翔太、あと誰がいたっけな。パッとせんな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。っていうことはだよ、あ、ちょっと待って、よく考えたら、ということはだよ、俺が土曜日の8時に A 君ジャパンと戦争するぞっつったら、富士、A 君、VIP、エスミとか、コキンは戦争に参加することになるから、大会に出るのはナーボーとジミーと菅井翔太だけってこと？審査員山様やろ。あ、審査員。いやその日やめ、いや、めっちゃ面白いそれ。その日やめ、そっちの方が絶対面白い。とあのなんとか。なんか M 様が一人で、俺どうしたらいいんやろみたいななってる姿めっちゃ見てみたい。やろうぜ、もうコキン潰そうぜ。こっそりやろうや。まあ、あ、いやでも富士はね、なんか今日のね、さっきの会議的にはね、出るみたいなこと言ってたんだけど。もしかしたらワンちゃんは微妙みたいな。コキン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 やろうぜ。もう土曜日は、土曜日8時はもう A 君ジャパン部でさ、相川翔司。いや日曜8時だろ。喧嘩突大会はもうお前が主催放り投げて、ちょ M 様がポツンってなってる姿をみんなで拝むみたいな。いやいや、あのあれだから、あの日曜8時だから、そのいや、あの人やったら勝手に一人でやりだすから大丈夫やって。いや分からないけど、いや逃げるとかじゃねえだろ。俺相川翔司やるよ俺も。じゃあ土曜日やな。あ、じゃあ言ったね。いや、じゃあ土曜日の8時あれだべ。違う、日曜なんだけど。違う、だからあれだよ、あれだべ、あの戦争だから別に何対何でもいいんでしょ。そう、何対何でもいいね。もうもう何でもありやんでしょ。もう A 君ジャパンが12本なんて10人で相川に行ってもいいね、全然。もうそんなん気にせんでいい。オッケー。じゃあ土曜日の夜8時。いやだから次っつってんだよ、ね、日曜日の8時っつってんだよ、てめえや。お前ら話分かり、理解力ねえのかな、このバカども。理解力はあんねん。なんでそんなこだわるんだよ。分かってるからこそ言ってねえんだよ。なんで、そう、喧嘩突大会が絶対滑ると思ってるから、もうこっちに力入れようぜみたいな。滑んない滑んない。いやもうパッとせえへんやん。今見たいってやつ何人おんねやろな。いや違う、だから今回さ、なんかさ、そのガチガチじゃないやつ。ちょっとアンケートじゃあアンケート取ってみる。そうしようや。相川翔司 vs A 君ジャパン見たいか、喧嘩突大会見たいかのアンケでいいんじゃん。じゃあやっぱこれ、ここにいてる人たちは来ると思うから。そうやな。じゃあ皆さんアンケート取りますね、一応。A 君ジャパン vs 相川翔司の戦争が見たい方ははいを、コキンのクソつまらん大会が見たい人はいいえをお願いします。これアンケの結果はあれだから確定だからね。コキン、え、ちげんだけど、何言ってんのお前。ちげんだけど、え、逆もやで。逆もだから相川側が負けたらもう相川はもう参加するんやから大会に。逆もとかじゃねえから、うん、あー 91% はやばいって、やばいって。 9% しか見たいと思ってるって。ほらやばい、 3人ぐらい。空気読むの上手くなってたな。いや3人ぐらい、ほんまに。いやこれガチかもしれんね、ほんまに。3人ぐらいしか見たいと思ってないから。やめとこう。空気読むの上手くなったよな。いやもう空気読んでるとかじゃないから、ほんまにこれが期待度やから。うん、教えてなかった。いやじゃあ待って、空気読むとかなしにしようや。じゃあ空気読むとかなしにしようや。ガチでにしよう。じゃあもうリスナーさんもほんまに結構ガチめに、ちょっとどっちが見たいかっていう。いやもういいよてめえよ。いいんでいいんでいいんで、これでやるべきかやるべきじゃないかっていうのはお前もわかるやん。いややるよ。でもそのどんな結果が出ようがやるよ。どうするんそれで20人くらいの喧嘩突大会とか開いたらお前笑うで俺。
それはない、ナーボーの通知が。いや、多分ね、ナーボーが来るから。ナーボーはほんまに来んの？ナーボーは絶対来る。ナーボーが一番やる気まんま。なんでなん？いや、なんか前回の大会でめっちゃやりたくなったらしい。じゃあ、ナーボー…つまんない大会で？いや、つまんない大会って、てめえは弱えから負けたからだろうが。負けたらそれはつまんねえよ。違う違う。あれは、ね、お前ローティングに指摘されただろ？なあ、まあ、もううるせえな、こいつ。また言ってるよ、お前。どんだけお前負け惜しみすんの、お前。スカイプ、スカイプって言う。お前、スカイプがさ、そんなあれ…でもお前、だって状況は一緒なわけじゃん、ぶっちゃけ。お前も被せれば問題ないわけだし。違うよ、かぶせてもスカイプの不具合ってね、その片方の音だけが拾って片方の音は全部消えるんだよ。俺がスカイプの不具合だよ。分かってんのお前。それはお前の端末の問題だよ。だからそういうのがあるんだって。相性だとかね、スカイプのその設定だとかいろんなその相性でね、片方だけが聞こえて片方だけが聞こえないっていうのがスカイプにはあるから、だからみんなもうどっち、まあ、俺の場合だったら白ひげと俺だったら白ひげの声しか拾わなくて、俺の声が聞こえなかったって話になってんじゃん。みんな言ってるよ、それ。負けたってことね。でも喧嘩だ。負けたもクソもないよ。だってお前だって、あの時お前だって白ひげとのお前喧嘩だってお前ちゃんとやってないじゃん。てか喧嘩してねえじゃん。喧嘩しようとしてなかったじゃんお前。いや、やってますけど。いや、そんなこと言うんだったらさ、ちゃんと審査してないやつを置いたのが誰？いや、ちゃんと審査してたでしょ。まあまあ、あの人なりに。え、相川は1って、相川1って何？相川もう、そのし、タロット引く前からゼロとか言ってたけど、あの人、うん、だ、あいつは殺すからいいよ。いや、おかしいやろそれ。だから殺すからいいよじゃないよ。いや、だ、あいつは、だ、相川の責任を背負って、そういうことするから、責任持って俺は殺すから。そういうことするからダメなんだって。いや、殺すから大丈夫。減衰でしょ。今回の大会もどうやねん。M 様みたいな変なやつ入ってるぞ。お前、変なやつっつってもお前絶対いいじゃん。 M 様、あの人こそすごいメガネかけてるぞ。だ、あの人は多分こう、まあ、あんま言うとあれだから言わないわ。もう終わったら言うわ全部。今言えよ。今言うからこそ喧嘩突大会みたいなって思うねんて。分かってないわお前。いいえ、ちなみにじゃあ相川に対してはどう思ってんの？相川が審査員やろ一応。あ、翔一はいい、全然文句ない。これね、でもね、俺だって古今にね、俺ほんと出る気なかったんだよ。全く出る気なかったの。こいつチンコ出さないし、こいつがチンコ出すんなら俺だ出てやっていいよって言ったのに、これチンコ出さないんだよこいつ。喧嘩と大会で出すんやろ。だから出し押しにしてんやろ今。あ、そういうこと。いや、だから俺、何、え、ちょっと待って、これ、ちょっと待って、優勝商品は、コキのチンコ？そうそうそう、審査員だってゲートできるから。え、ちょっと待って、いや、俺もし、優勝商品がコキのチンコだったら、俺、プレイヤー側に回りたいわ。多分ローストビーフも出ると思うわ。じゃあ、優勝商品、俺のチンコじゃねえだろ。いや、もうコキのチンコにしようぜ。二人とも出る言ってんねんね、これ。いや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 。で、ちょっと A 君 VS ちょっと相川とかちょっとぶつける組み合わせとか作ったら面白いんや。それダメだべ、戦争すんだべ。喧嘩突大会の裏側で相川翔司 VS A 君ジャパンぶつかってるやん何気にみたいな。それだって相川翔司で喧嘩すんだべ A 君ジャパンと。するよ、するよ。これ、ま、じゃあ負けた方はどうなるのっていうか、まず。いや負けても、だって俺は何してもいいよ。あの、いや解散しろってんだったら解散してもいいけど、別にそれはだって A 君ジャパンの方が、 A 君ジャパンがそれをだって嫌がってんだもん。昨日だってロースビーフ言ったんだよ。その例えばね、え、てか、例えばその富士のその逃げたってやつをしたいんだけど、うん、あいつ逃げ逃げだもんだって。いや、だからその俺たちはね、だからその戦争でね、なんかこう、例えばだよ、例えばその集結しましたってなった時にね、いろんなリスナーの枠に、まあ、リスナーをいっぱい集めて、そこでね、どっちが勝ったと思いますかのアンケート勝負でもいいんだよ。それでね、負けたと思う方にね、その負けた方はそのグループをもう解散するでもいいんだよ別に、うん、でもそれ対価勝負的にはいいの？俺はそれでもいいんだよ。 A 君ジャパンってだってもう今月中にどっちみち解散だよ。負けようが勝とうが。
や、汚名を背負うみたいな感じがあるから、どちらにしても、うん、まあいいよ、それでもいいよ別に。あの要はね、何しょうがなく、そんなにその A 君がいなくなるから解散するっていうのとね、負けて解散するじゃさ、意味は違うし、うん、ああそういうことね、そこに意味があると。だから古今の喧嘩と大会の商品はチンコ。じゃあお前も出る？チンコだな。いや俺チンコ興味ないから、相川はめっちゃチンコ好きかもしれんけど。いやだから翔一ちゃんって好きじゃねえ、ぶっちゃけ。俺とローストビーフはチンコ出す、チンコ大好きだから。ダイアン、古今のチンコ、この2人が出んやったら、じゃあチンコ出す？古今、古今のチンコ好きだから。いや俺出さねえよ、てめえ出せよ、てめえその立場になってみろ。カス、古今、古今安心しろって、鍵枠でな、チンコ出せば大丈夫。いやだから番になるだろ、もう、もうあるじゃん、もう一つネタがなってるやつ。え、大丈夫やねん。あの、あれはその時に、大丈夫やねんじゃねえよ。てめえを誰か通すに決まってんだろ。相川とローストだけ読んだらいいわけやから、参加してくれてありがとう、バーン。いやいや、その人に片っぽが通報したら多分バンだよ。いや、せえへんから、もう信じろって二人を。せえへんわ、そんなことせえへんわ。もし、いやいや、ロースビーフは信じられないね。いや大丈夫で、ローストの方が大丈夫。むしろお前だけど。そうそう。ワンチャン俺のがやばい。通報とかしないし。そうやね、もう気まぐれやから。ワンチャン俺のがやばいね。ローストビーフなんか意外にあいつ思いやりがあるから。ないから、この人。てか、でも、お前さ、お前さ、ね、あんなにその、裏会議とかでさ、慣れ合おうとする、その、そういうやつがさ、人を信じないとかも言ってほしくないんだけど。関係なくね、全然。裏会議で、あ、そういうことか。あ、裏会議ってあれか、チンコの話ね。そうよ。俺たちは純粋にチンコ、裏会議でスカイプだったら出せるっちゅうから言ったらさ、こいつ、もう、出した体にしようぜとかって俺たちに持ちかけてきてさ、うん、なんやねんお前、出したよ俺、みんな俺出した、ぶっちゃけこういう感じになってるけど。いや、そのクソつまらん喧嘩取った大会はやんので、やるっつってんだろがてめえ、クソつまんで喧嘩取っちゃ、黙ってろ。それいつ、日曜日の夜8時。いや、土曜の夜8時ね。火曜日の9時じゃない。あれなんで、あれ偶然だね。バカだろう。土曜日の夜8時は俺たちも戦争するんだけど。あ、俺めっちゃそっち期待してる。それ次の日だよ。見たい見たい、めっちゃ見たい。これダブルブッキングじゃねこれ。だって富士とか A 君とか大会参加するんじゃねえの。やばいやばい。富士はなんか、でも富士はね、も富士はあれだよ、あのなんだっけ、なんかその出る予定だけど、その忙しかったら出れないみたいな。あのさ、ごめんやけど言っていい、富士なんで大会出るくせに、その相川翔司 VS エクンジャパンの戦いでなんかそういう枠組み作んのだるいとか言ってんの、あいつ。大会出てるやん。その富士が逃げたって何、本当に何、ローストビーフから逃げてる。その大会出るって言ってることがさらになんか逃げてる感あるわ。ローストビーフから、だから試してみたらいいんだよ。逃げてんの、試してみたんだよ。俺がだから土曜日の夜8時からね、なんつうの、相川翔司 VS A 君ジャパンで戦争のね、その団体戦やるぞーっつって言っていて、富士はどっちを取るかだよ、富士 A 君が。え、さっきは出る言ってたんやろ、その古今と通話した時は。そう、うん。そうだね、だからこいつがちょっとあのあれだよ、情報が遅れてんだよね。だから相川は裏でその相川翔司 VS エクンジャパンを主催、古今、はい、は喧嘩と伝え会を主催、審査員が M さん。いやいや、喧嘩と伝え会やるし。おい翔一、翔一お前、はい、おいもう頼むよ、はい、もうそろそろさ、もういいんじゃない、俺のこといじめんのも。俺もさ、やっぱ頭下げろよ。じゃあ感じてくれよ。あのここ3日いろいろ喧嘩とつか祝いのさ、重鎮に頭下げろ。お前 J クールもさ、お前もさ、俺のそんなボコロクソ言ってっけどさ、俺相当泣いたんだからな、昨日一昨日と。なんで泣いた。やっぱり家族が亡くなったから。ああ、じゃあ、まあ、だから審査員なのか俺。てるところでね、もうお前審査員やる、なのか、やるならやろうぜ。じゃあいいよ、じゃあもう相川さん一人張って、
俺審査員やろ。いや、ショイチはダメだよ。ショイチは、ジェイクル審査員で、俺は裏でだから、戦争枠開きっとくわ。いや、だから、で、その人、ちょっと待って、大丈夫やって。分かってくれよ。コキン大丈夫。いつになって分かってくれんだよ、44歳。いや、コキン絶対大丈夫。これ、相川一人になる可能性もあるから。俺、いや、ないから、俺一人様は来るべ。いや、M 様はそっち行くやろ、喧嘩卒大会。うん。だから、相川が一人で枠開いて、相川翔士 VS エイクンジャパンってやってる可能性もあるから。いや、だから、それもあるから。違う、だから、それもあるから。だから、違う、だからさ、もうさ、頼むよ、翔一。じゃあもうこうしようぜ。喧嘩卒大会の流れ引き継いだまんま、相川翔士 VS エイクンジャパンでいいんちゃん、うん、もうその美味しいとこもらっていこうよ、相川翔士は。だからいいよ、別にその喧嘩突大会終わりました、もうそっから俺言うから。相川翔一、どの枠でやるか分かんないけど、その人の枠言うから、ここで喧嘩するんで戦争みたいな、それこれはガチなんでみたいな、殺し合いなんでみたいな、うん、じゃあ誰の枠でやるか分かんないけど、それをあらかじめ言ってくれれば、まあいいよ、言うよ、まあいいよ。俺はな、じゃあ俺何、じゃあそのクソつまらん大会で俺は審査員やればいいんでしょ。だからディスんなよ心が折れてる俺を。あのさ、いやいや、分かった分かった、あのさ、じゃあちょっとさ、俺も大会出るわ。審査員はやるわ。ちょ、俺も喧嘩したいから。お前は出んの。え、俺も出たい。じゃあ出ろよ。出るから、うん、その時は初一頼むよ。何を？ M 様はちょっとあんま信用できねえからさ、なんかそん時いや、こいつ壊すから、あかんって、こいつ壊すって。マジこいついきなりスカイプ切ったりするって、絶対ちょっと面白いからとか言って。いやいや、スカイプ切るのは無理だろ。俺がホスト持つし、それは信用できねえから、さすがにホスト持つよ。いや、 M 様とこいつ2人で落ちられたらどないすんねん、お前。お前しかも喧嘩しない。いやいや、俺もうそしたら俺ちょっと喧嘩しながら焦りながらアンケートの準備だよ。やりかねへんで、ね、こいつは。いや、だから出るよ俺は。まあ、とりあえずあれやろ、相川は審査員な。いや、だからとりあえずジェイクルの審査員だべ。まあ、出そうならね。じゃあ土曜の8時ね、夜20時、うんうん、だからそっから誰の枠か知らないけどやろうぜ、戦争。ナーボリスナーも残ってくれてると思うからさ、まあでも、コキン、あれだよ、うん、審査員はもちろんやるけど、うん、でもその審査員というか、その大会やってる時も相川翔士 VS エイクンジャパンは変わらないからな。ちょっとさ、それさ、詳しく聞きたいんだけど、チーム行ってみ、ここでどういうことか。何を。いや、俺は審査員としてね、公明正大に公平に審査するよ。 A 君ジャパンを潰そうとするんだべ。公明正大にそう厳正な審査をして A 君ジャパンを潰すよ。ちょっと難しいんだけど、その単語。いや、つまりは裏があるって考えた方がいいね。公明と厳正とか難しいんだけど。いや、狙ってるものがあんねやろ。だまあ、それもそれで別にもないもういいよ、行っちゃうぜ。文句言ってきたらさ、俺寝返るから。いや、そっかそっか、 A 君ジャパン、 A 君ジャパン圧倒的不利やわ、今回の喧嘩取ったいから。いや、審査員に相変わるから今回。まあでもし、今回さ、うん、でもさ、今回 A 君ジャパンばっかりよ、気持ち悪い。むしろでも翔一さ、これだけは分かってあげてくれよ、 A 君の。うん、A 君はね、今回の喧嘩突大会を機にね、もうやめるっていう覚悟を持ってるらしいんだよ、うん、本当に。これが最後だって言ってたらさ、相川 VS どこ行って関係なくやめるって言ってたよ。いや、言ってたんだけど、だから古今の喧嘩突大会がそういうなんか、そういうのはね、企画的なのは最後だから、みたいな言ってたからさ、かけるものが違うってことね、かける意気込みが違うってことね。
分かった。じゃあもうより厳正に、より公平に審査するわ。ちょ、一回さ、お前どっか頭ぶつけて一回戦争の記憶飛ばせよ、その日だけ。え？いや、無理やろ。いや、マジで余計強くなんねん、マジで潰したろみたいな。それは無理。下手ちゃん、ありえるからな。いくらもその A 君が有利やろうが、相川はなんかもう理由つけて A 君に入れへんみたいな展開。優勢だろうが、 A 君が優勢であっても、うん、審査員のその特権の鑑定。それは違うよ。だから俺はそんな何、明らかに優勢なのに不利なんて言わないよ、うんうん、だから正一、いいこと思いついたわ。公平ってのはそういうことやから。うん、正一めっちゃいいこと思いついたからさ、ちゃんと、いい、聞いて、ちゃんと A 君の悪いところは指摘して、はい、ね、対戦者のいいところは説明するから、ちゃんと。ちょっとさ、正一さ、いいこと思いついたからさ、近いうち語ろうぜ、配信会で。嫌だ、そう、なんかそういう慣れ合い嫌だ。じゃあ、慣れ合いじゃねえんだけど、別に。嫌なんだよ俺、会議とかいう慣れ合いはちょっとよ、マジで。違う、会議とかじゃなくていいじゃん、別に。あれ、どういうこと？あ、コラボならいいよ、別に。あの、配信上のコラボならいいよ。めんどくせえな、じゃあもういいよ。お前に言わないで、そういう雰囲気勝手に作るから、もう。もういいよ。うん。なんか、ジェクルが来ると面白いな。え、お前がそんなこと言うんだったら、お前がでも勝手にそんなことするって言うんだったら、俺だって勝手にそんなことするよ。いやいや、勝手にじゃない。その別に、正一に害が行くこととかじゃない。ああ、まあ、分かった。一番困るのは M 様かもしれない、下手したら。俺が今ちょっと考えてるの。それちょっとあるかもしれない。それちょっとあるかもしれない。マジで。だからてめえは殺してやっからさ、大会までは仲良くしようぜ。そっから殺してやっから。いいよ、優しいね。戦争級の頭つぶすのがね。え？何？ユタが参加するん？ユタはしないだろ。え、ランブルとユタはお前殺したい対象じゃないん？じゃあランブルはさ、俺とユタにさ、お前ら二人の今後の関係性っていうのはどうすんの？みたいな言ってたので、俺はもう速攻でさ、関わんねえよこんな気持ち悪いやつ、こんなメンヘラみたいに言ってたんだけど、優待は俺の返事をこう見て、ちゃんとこう見て俺に合わせた感あったから、あそこで多分俺が いやもう仲直りしたいですねって言ったら、多分優待はまあ今回も終わったしなみたいな感じになったと思うよ、あいつは。じゃあやん、優待と仲直りきっかけに潰し合い。しないよしないよ、あいつマジで気持ち悪いもん。あいつのせいで俺、あのリアトツとかオフ会とかもちょっと恐怖あるもん。なんでお前の方が恐怖やろ。逆だろ、そうだ。お前はバットで殴りかかってくるんから怖いやろ、お前。待って、あんなメンヘラなやつとさ、やっぱなんか他にもいたら、いるかもしんないじゃん、今後会う人で。で、いたとしてさ、その人がさ、なんかこう、俺がちょっとした煽りを してね、ふざけて、あの、ブチ切れて刺されててもしてみ？怖えよマジで。いや、その前にバットが怖いだろ。いや、バットはバットはマジ、ちょっとだって言うと、とりあえず出てくるって言ってたんだもん。とりあえずはいはい、じゃあとりあえず、土曜8時スタートは喧嘩凸大会ね。その後々に A 君ジャパンとかが出れそうなら、うん、相川翔司との戦争に発展していくと。だからその喧嘩凸大会の閲覧はそのまま言ってくれるか分かんないけど、うん、そこで言うから俺は。まあまあまあ、流れてくれたらその新規参入者もおるし、面白くはなるかもしれないね、って感じでいいんやな。っていうのはこういうのだっていうの知ってもらえるかもしれないしね、いろんな人に。で、審査員が相川と M 様で、参加者が誰やった。いや、審査員は相川翔一、あの M 様、J クールだから。いや、俺はまだとりあえず分からへん、その日になってみんな分からんから、前と一緒で。でもとりあえず出れるなら出るんでしょ。出れるなら出るわ。でも俺参加者として出へんからな、絶対。参加者ってなった時点で落ちるぞ、お前。いや、その今、まあ、もうぶっちゃけ俺ちょっと人数少ないのやばいなと思ってたんだけど、ちょっと今考えてることがあるから、
何考えてんの。いや言わねえ。これゆき出そうや。じゃあいやこれゆき普通に全然ありだよ。初一よりこれゆき出ようや。おるんちゃんこれゆき。なてかなんでいきなり J クールはこれゆきを出したの名前。これゆき VS サイカやってて昨日で、サイカがちょっと、うん、あの、うん、めっちゃ減らってたから。ええー、そうなんだ。あ、引っ越しなんか。じゃあオッケーオッケー。無理っぽいわ。でも俺言っとくけど、これゆきとは戦えないからね。俺言っとくけど、これゆきと HN とは戦わないからね、絶対に。なぜ。なえ、だってゾンビ仲間だから。え、こいつはゾンビだっけ。そうだよ、こいつもゾンビ好きで、ハタナもゾンビ好きだから、ゾンビ同盟だから。この俺とこれゆきと HN は。そんなん言い出したら俺もゾンビ好きやねんけど。お前そこで慣れ合うなよ。いやお前ゾンビ好きって大したことないだろ。いや俺結構見てるから。ウォーキングデッドとかもう結構映画シリーズめっちゃ見てるし、ゲーム系とかも結構全部系。いや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 、もう買ってるからな。ミハミハじゃあお前、いやもう結構マイナーなやつハーレムゾンビ。じゃあお前ハーレムゾンビ見たことあるか。いやないないない。何そのハーレムゾンビって。ほらもう、ほらもうガチでキモくねこいつら。もういつ。じゃあこれ今俺が出してるこの画像、死ね。俺が今出してる画像何か知ってるこれ。いや知らねえ。あ、これあれだよ、スリラーのやつだよ。これスリラーのやつ。これゾンビーバー。マイケル・ジャクソンの PV。 ちげんだよ。違う、ゾンビーバーマイケル・ジャクソンの PV だべ、これぶっちゃけ。いや、そういう寒いのいらないんで。違う、寒いっていうかガチだろ、これぶっちゃけ。ゾンビーバーだっつってんのよ、さっきから。あ、そう、ほんとなの。とりあえず、8時ね。まあまあ、だるから。ほらほら、宣伝、ほら宣伝しろって、ほら、コキン、ほら。ほら、コキン、はい、最後に宣伝、ほら。はい、ね、どうもコキンです。コキンがやる、喧嘩突大会、土曜日の8時、夜20時スタートです。土曜日です。よろしくお願いします。審査員の方は、J クールと翔一と、誰だっけ、あと。おい。あいつ、あの関西弁のおじさん、ドアスでしょ、なんだっけ、あいつ。M 様だ、M 様です。まあ、参加者はね、Twitter の方にアップするんで、確認をお願いします。以上。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。あ、その後に、相川翔二 VS A 君ジャパンの喧嘩をね、宣伝するんで、そちらの方も、お疲れ。はい。お疲れ様でした。もう、長い。